はい、ではね、時間になりますので始めさせていただきます。本日が前橋と松坂の最終日ですね。決勝中心に予想しながら勝っていきますので遅い時間になりますが、ぜひね、よろしくお願いします。愛知マンさんね、早速1個目ありがとうございます。ちょっとね、頑張ります。マジでちょっと悔しい日々が続いてるんで、ちょっと頑張りますんで、よろしくお願いします。で、まあ、あまりね、ちょっとね、昼間と夜、スタイル変えずに、まあ、昼間の買い方みたいな感じで、ちょっと夜もやっていきますんで、ちょっと、あと、あまり深く考えすぎずにって感じですね。ミッドだから、みたいな感じで、一旦仕切り直しちゃうんで、まあ、そうやらないで、普通に競輪楽しめればかなと思うので、やっていきますんでね、よろしくお願いします。はい。で、1レース、早速ちょっと、だいぶ狙ってるんですけど、ここが、ダイモン選手と、日吉選手の2分線ですね。まあ、ダイモン選手、ここ、多分前受けできるんじゃないかなというところで、まあ、斉藤選手もいるんで、まあ、これ前受けしてもらって日吉選手を潰してもらって先行体制で、斉藤選手が3番手からの縦強襲ですね。そこをちょっと狙ってみようかなと思います。まあ、1の突き抜けからですね、まあ、中段確保みたいなイメージでいるんで、まあ、ここは1の頭から、7が潰れちゃって交代で3人が追いかけてる展開なんで、1から3人、まあ、広川選手もね、昨日補充で入ってきたっすけど、だいぶ上手かったっすよね。3着突っ込んできてね。なんで、まあ、ここは1から2、3、4、2、3、4、6ですね。で、ちょっと買ってみようかなと思います。まあ、配当的には、人気的には多分4664。41の箱さんか。あ、これがだいぶ安いね、146がね。146買ってるな。146だけ安いんだね。まあいや、まあオッツはオッツですからね。まあ7が早めに離脱しちゃっての3、2の共存みたいな感じですね。1の後ろに2、3がくっつくイメージですね。で、ちょっと組んでみてます。はい。そんな感じですね。はい。で、あと、たまちゃんじゃなくて、松坂か。松坂が、ここが中島選手が前受け。おー、まあしゃあないか。前受けすれば突っ張って辻本選手、まあ、大阪連携なんでね、まあ、突っ張ってのワンツーになっちゃいそうなんだけど、ここは後ろ攻めか、まあ、木村選手がしっかり戦って、まあ、切れた場合ですね、4-2-3-5-1-7-6の図にできれば、まあ、中島選手のかましで辻本選手の離れですね。で、ちょっと買ってあります。安いね。こっちはね、1-2-3は良さそうだな。はがり選手よりは、3かな、猪木ですね。そんな感じですね。はい。なんで、124と142、123ですね。で、勝ってあります。まあ、ちょっとここの斉藤選手が一発ハマってくれるといいですね。全然悪くないですよ。まあ、大門選手も、ね、初日の感じ結構気合えてたんで、今日しっかり前毛から突っ張ってくれれば、しっかり逃げての2、3着か。あとコースがあるかだよね。まあ、7が早急に離脱しちゃえば4-6-1-3-2-5になるから、ワンラインみたいになりますからね、かなと思います。はい、そんな感じですね。あと1分ぐらいですね。あ、でちょっとね、ここ数日っていうか、もう1週間ぐらいちょっと負けすぎちゃってるんで、夜ね、なんでもしよかったらね、ウィンチケットぜひ使っていただいて、一緒にね、競輪楽しめればかなと思います。まあ、結構データ充実してるんだけどちょっと、ま、ね、配信してる時に負けてばっかだとあんまり説得力ないんですけど、だいぶね、使いこなすといいデータが多いんで、ぜひね、ちょっと使ってみてください。多分切り替えは早いと思うんだよね。ちょっとね、ごちゃごちゃなんだよね、並びがね。愛知2人に関東で、南関、関東だもんね。ねえ、どうなるか。
ちょっとこれで900円でちょっとね、遊んでいきますね。もう満車券があるんで、136、132、123あたりが、ちょっと見えてはいるんだけど、そのあたりでサクッと決まってくれるといいですね。まあ、ダイモン選手の残りも急遽追加で買ったんだけど、そっちよりは、こっちかな。とは考えてるっすね。はい。じゃ締め切りっすね。ごめんなさい、ちょっと前橋の2レースはね、ちょっと見学にしようかなと思うので、ちょっとこれ、自分予想できなかったんで、ちょっとガールズみたいになっちゃってるんで、予想ができなかったんで、もしよかったらね、いい買い目があれば、ちょっと買ってみようかなと思います。ね、ちょっと並び見てみてかな。まあ、くっつく可能性があるからね、21の3、21の4になるか、2134になるかってことだもんね。まあ話してみてってことなんでしょうね。まあ567は短期だからどうなるか。オッズはもう確定ですかね。ここで。まあ狙いすぎたかなってなっちゃっても、まあしょうがないですね、ここは。まあ4がねじ伏せてどうするか。そんなに頭に残れるほど優しくはないと思うけどね。おささんもこんばんは、ありがとうございます。今夜もね、よろしくお願いします。ちょっとね、後半、あ、でもそんな狙ってないな。ちょっともつれはね、狙ってるんだけど、まあ軸は結構しっかりしてるかなって感じですかね。今日もね、よろしくお願いします。はい、ではが始まりますね。まあちょっと昨日ね、映像の乱れがあったので、今日どうなるかってとこですね。ちょっと画質は半分ぐらいちょっと落としてみたんですけどね。どうなるかっすね。単線の一つ目です。戦勝会どうやら二分線の形になっていきそうですけれども、3対4の形になっていくでしょうか。今シーズン自力で動いています。4番岡田と7番の日吉ですけれども、その4番岡田にまずラインできます。4番岡田に6番の滝川、そして1番の斉藤がそこに続きまして461の並びです。南関東プラス東京で、あ、巻き戻して、思いっきり巻き戻しちゃってましたね、すいません。来週、再来週あたりの週末はにぎわうんじゃないでしょうか。前橋競輪今シリーズは10月2回目の開催になります。ウィンチケットミッドナイト競輪です。どうぞ最終レースの決勝戦まで前橋競輪お楽しみください。オープニングチャレンジ一般戦1つ目第1レースです。前橋バンクを5周します。 1700m で行われます。では1レース対戦メンバーです。1番は栃木斉藤翔太、2番東京広川貞治、さて3番神奈川志村正宏、4番愛知岡田大門、5番東京小林隆、6番愛知滝川秀嗣、7番静岡日吉克、
以上7選手の対戦、チャレンジ一般戦の1つ目第1レースです。昨日から補充で入ってきました1番の斉藤翔太です。その昨日の2日目ですけれども、野口周平の番手ワンツー決めています。そしてこの1番斉藤は愛知の2人に続いていきます。6番の滝川秀次が愛知ラインの番手。このレース人気の軸になりましたのはラインの先頭です。4番の岡田大門です。1レースの発想です。第1レース始まりまして、1番の斉藤動いてきました。本当に2-1とか3-1になったらマジでへこみますけどね。7番の日吉は、ちょっとコースがあれば、まあ、中段扱いで1週間目の2コーナーからバックストレッチへと誘導が入るところ、1番斉藤が誘導に追いつきまして、4番の岡田、そして6番の滝川と愛知の2人が上昇してきました。対しましては7番の日吉に3番志村の南関東の2人、そしてこの南関東勢を選手紹介で東京勢が追っていました。2番の広川、そして5番の小林です。3対4の点数相手になりまして、粘りはないだろうから入っていきます。前を取りましたのは人気のラインになりました4番の岡田大門、岡田の前受けです。昨日一昨日と2日間突っ張られていますが、今日は前を取っています。昨日も連携しました6番の滝川秀次が番手。愛知両者の後ろは昨日からの補充1番の斉藤翔太です。後ろ攻め123キロ行き初前橋でした7番の日吉克美、昨日は仕掛けのタイミングを逸しました。今日は4番岡田相手にどういうレースを組み立てるでしょうか。2日目に続く連携になりました3番の志村正弘がマーク、そしてその後ろ東京の2人、昨日からの補充2番の広川貞治。昨日の2日目はシビアに攻めての確定版でした。さらには5番の小林隆とこの日吉ライン上がってきました。東のラインが上昇していきまして、2コーナーからバックストレッチ、4番の岡田が誘導との車間を空けています。7番の日吉ですけれども、一旦2番手まで上がったんですが、4番の岡田は下げて、2号は切り替え早いかもしれない、もしかすると7番の日吉が下げていきます。しかしもう一度4コーナーで7番の日吉が踏み込んできました。7番の日吉、これに対して4番の岡田が突っ張り通しまして、3番の志村が4番岡田の後ろを伺ったんですけれども、ここは3番の志村が離れ、短期で7番日吉がジャンデー前に出ています。4番の岡田突っ張り通したんですけれども、ここはまず7番日吉を生かせまして2番手、さらには2番の広川が動いてきました。残りは1周です。2番広川がそのまま縦と踏んでいきます。4番岡田の横を通過しまして、さらに7番日吉までまくり切りました。あ、2番広川が最終ホーム手前から仕掛けてのまくり、5番の小林が追走、4番の岡田が3番手に向かえていきまして、最後の直線へと入ります。2番の広川先頭です。5番の小林の追い込みが決まっています。あ東京両者のワンツー、いやー昨日からうまいね、切り替え。1つ目では1レースです。最終ホーム手前からまくりを打ちました2番の広川。この広川のまくりに対して広川選手の昨日のレース見てほしいですけどね。5番の小林、切り替えがうまいし今日もうまいな判断もね。7番必死が最終的にはジャンデ先行だったんですけども、4番の岡田がまだ5-2か、5-2は変えないな、番手にはまりました。これを見て最初ホーム手前の4コーナーから2番の広川がまくりを打っていきます。これに5番の小林が続きまして、最後は直線を追い込みました。叩かれちゃいましたね。広川が2番手、そして3着争い見ていきましょうか。4番の岡田の外側から勢いよくやってきたのは1番の斉藤でした。5-2-1ですね。1番の斉藤がどうやら3番手、5番2番1番でこれつくっすね。通過しています。超ド級回答に これ超やばいと思いますよ。ますけれども決定放送まで4番手からだからね。5-2そして1の入選順かと思われます。こういう展開をねちょっとね望んでたんだけどね。前橋競輪第1レース決定、さらに上がいたか。5番2着2番3着1番。ちょっとこんなチャレンジの一発戦でねちょっとねめっちゃ燃えましたけど、面白かったですね。前橋競輪第1レースの払い戻し金をお知らせいたします。社番連勝複式15万、20万、5番、あ、16万ぐらいつくんだ。5,890円。社番連勝単式5番、2番、2万4,360円。3連勝複式1番、2番、5番、9,350円。3連勝単式5番、2番、1番、16万6960円。
ワイド2番5番1620円1番5番1980円1番2番480円以上でございました。お待たせしました。2レース A 級チャレンジ1番先頭固定なんか641対25みたいなラインになっちゃってたね。641、25対73だからね。選手変更はありません。先頭員は長岡剛選手です。こういうの攻略したいんだよね。こういう広川選手昨日も上手かったからさ。ちょっと切り替えての2着まで行ったんだけど、でごめんなさい、ちょっとあ並びがどうだ、並びが第2レース選手紹介ご覧いただきました。電話投票締め切り時刻8時57分、発送予定時刻9時ちょうどです。第1レースの決定です。すごいよね。1着5番小林隆史、2着は2番広川貞治、3着は1番斉藤翔太。払い戻し金です。2着単5番2番24,360円、3連単5番2番1番166,960円。はい、では今1を見ていただきました。当たった方ね、おめでとうございます。やっぱりね、ここはコメントとしては、まあ、広川選手はまあ空コメント出してるから、まあ、叩けないんであれば切り替えるよってことですよね。だからまあ7-3は難関だから裏切るわけにいかないけど、2-3、2-5はね空だからもうそこを裏切れるんで、まあ、ここが、まあ、4-6-1、7-3、2-5みたいなね。で7-3が叩けなくて2-5の漁夫の利か、2-5-5に取れなくはねえなー。絶対取れない16万もあるけど、取れなくはなさそうな16万ですね。はい、じゃあ次行きますね。でごめんなさい、ちょっとここは見学ですね。ちょっと皆さんの車検が当たりますように。まあ、1221が売れるでしょうね。まあ、村上選手がここをどう動くかだよね。まあ難関、ごめんなさい、東北がくっついちゃってるから動く理由がないか。7が一旦切れると面白いんだけどね。短期がずらーっと切り替えちゃってね。どうなるか、ここはちょっとね攻略できそうにないですね、自分は。なんでちょっとここは見学ですね。わーだいぶ下がっちゃったね。なんなら辻本選手、まあ、突っ張った場合どうなんだろうな。突っ張った場合はでも3号の短期の突っ込みだよね、やっぱりね。直線長いしね。すげえ荒れそうだな、ここも。前受けした場合ね。ちなみにごめんなさい、前橋ね2134で並んでましたね。 4車ラインですね。はい、ではチャレンジ見ていきますね。ここ中島選手がね、まあ、強いんだけど、前受けするかどうか、前受けできるかどうかってとこか。後ろ攻めになりそうなんで、ちょっと番手さばきですね。中島いつき、2番新潟笹川隆二、3番北海道小原信也、4番埼玉木村健二、5番大阪羽賀信康、6番富山の西田純、7番大阪辻本達也。第1レース一般戦以上のメンバーによって争われます。
1番大阪中島いつきの先行1社のメンバー構成になっています。準決勝は本命の石田天台を叩き切ることができませんでした。1番の中島いつき、着取りに波こそありますが連日果敢に攻めています。1番中島、最終日ここでシリーズ初白星となるかどうか。補充で入った7番の辻本達也がそのマークです。第1レースチャレンジ一般戦のスタートは6番の西田潤から飛び出しています。大阪勢が先頭2番手で、西田潤がこの3番手ということになっていきます。完全に1番の中島2番手で、その真後ろは2番の笹川隆二、短期の2人ですが5番の羽賀龍が前の位置、そして後方に3番の大阪連携だから突っ張っちゃうよね多分ね。1周回目バックから3コーナーカーブへと向かいます。いち早くスタートの位置を抑えて6番富山の西田潤、これから上がってくるのは大阪の2社、7番辻本達也、1番の中島いつき。中島いつきがこれからゆっくりと誘導員の後ろへと入っていくところ、レースは間もなく2周回目です。その中島ラインの後ろには関東勢です。4番の木村健二が4番手、マーク2番の笹川隆二、関東2社は中段の位置を回っています。5番の羽賀信康は大阪でラインは組まずに後方6番手、最後方も短期で3番の小原信也が回って2コーナーからバックへと入りました。前受け1番中島いつき、マーク補充参戦7番の辻本達也、3番手6番の西田潤、ライン3社で前段ながら最後方から3番の小原信也がまず動いています。まもなく4コーナーカーブを迎えるところ、先行1社1番中島いつきが前、最後方から3番の小原信也が上がっていきました。残りは2周、赤番形状通過でここで誘導員退避です。先頭1番中島いつき、小原は誘導を切って元の後方に下げていきます。中島いつきが先頭の位置、関東勢は中段キープ、4番木村健二、6番手は幕で締める5番の羽賀信康、最後方3番の小原信也、600を切って間もなく2センターから4コーナーカーブ、4番手、4番木村健二、自力も秘める4番木村、4コーナー回っていきまして、そのまま叩いて主導権を握っていくのか。切った4番の木村、切ってから流して後方5番の羽賀信康、羽賀が仕掛けて乗ってくる3番の小原信也、かまし切りました5番の羽賀信康、乗ってるのは3番の小原信也、短期の2人が先頭2番手離しました。1番中島いつき離されまして、5番手からまくれるかどうか、ブロックする2番の笹川ですが、やばい、これはやばい、これやべえぞ、完全に前の2人が抜け出しまして、3番手には4番の木村直線コース、先頭かました5番の羽賀信康、5番羽賀、3番小原がどうやら差し切ったかどうか、接戦のゴールになっています。これは際どい1着争いになっています。3着2番の笹川が伸びたか、5番の羽賀のベースのかまし、乗った3番の小原信也、どうでしょうか、羽賀が踏ん張ったかどうか、狙ってたんだね、あるいは3番の小原か、これは際どい勝負になっています、ね、その後大きく離れまして4番の木村の後ろから2番の笹川隆二、1番の中島いつきは結局後手を踏む形になりました。5番の羽賀のベースがどうでしょう、ね、わずかに振り切ったか、5番の羽賀、そして3番の小原信也、短期の2人でした。羽賀の仕掛け、乗った3番の小原信也、わずかに5番の羽賀信康が振り切ったかどうか、3番の小原信也、両者の一着争いになっています。離されて3着に2番の笹川隆二です。5番3番3番5番の一着争いに3着2番の笹川隆二、決定までしばらくお待ちください。いやこれやばいですね、選手並びに先頭に予想されます、いずれも出走表の通り出走いたします。代わって第2レースチャレンジ一般戦2つ目選手紹介です。1番遅れ天気量は今夜3日目のみの補充です。すげーつくわけじゃないですね、うん、3番2番4番です。3番北海道の大沢かなたには南関勢です。2番梶山大輔、4番の北村正明、さっきの16万よりこっちの方が難しいと思うんだけど、吉弘は短期で回っています。近畿中部で1番の奥出健志郎が前です。5番の古田義明、7番の浅見俊也で1番5番7番です。第2レース発走は9時10分の予定です。すげえな決定、1着5番、2着3番、3着2番。松坂競輪場第1レースの払い戻し金をお知らせいたします。
さっきの16万のが難しいと思うんだけどな。どあさっきの16万のが見やすいと思うんだけどな。どうなんだろうこれ。1がぶっ飛ぶんであればってことか。4253176で中島選手がぶっ飛ぶって予想か。それはいけるのか。飛びましたね。うん、当たった方ね、おめでとうございます。ちょっとこの4万7千はあれだな、もうちょいついても良さそうだけど、まあいいや、当たった方ね、いましたらおめでとうございます。相島さん、なんか最終日らしいですね。らしいカオス状態ですけど、次がちょっと硬いんじゃないですか。2、1、3、4で前橋の方がね、どうなるか。で、ここが奥手選手がね、今日だけの補充かですね。まあもう何でもできるんで、大沢選手の番でさばいちゃうのか、出させてまくり勝負になるのか。124142が124123、これ縦勝負ですよね。324出して1がまくりだよね。これ番で粘ったらどうなんだろうね。ねえ、番手粘ったらどうなんだろう、粘って24潰しちゃえばどうなんすかね。324のとこ1号がさばきに行って、まあ普通に縦で行って勝てそうだけどね。ちょっと安いしつまんないなこれ、縦勝負はね。1から24243と1から1号の37、でもちょっとあんま当たってないから一旦当たり癖つけるか、払い戻し癖ね。それちょっと行ってみようかな。じゃあ1から24243、ちょっと予想は変えないでちょっとこのままいきますと、これは普通に縦勝負ですね。で1号の37、これ横勝負ですね。1から3号7、48点か、ちょっと多いな。切って出して、大沢選手の3着がいらないかな。本格派じゃないもんね。そう考えるとこっちやっぱいらないな。15、いやこれでいきます。前橋ちょっと見ていきますね。まあどうなるか、では見ていきます。今日はシリーズの最終日、決勝戦2つあります。8レースがチャレンジの決勝戦、そして今日の最終レース第9レース A 級1、2半トーナメントの決勝戦組まれております。これから始まりますのはチャレンジ一般戦の2つ目第2レースです。この第2レースは前橋1周 335m のバンクを5周します。 1700m で行われます。選手紹介ラインができたのは1つだけでした。2番斉藤の後ろに1番の中村、さらには3番沼川、4番板場まで続いているように見えました。それでは第2レースの対戦メンバーです。1番は栃木中村淳、2番福島斉藤和也、3番地元群馬沼川夢久、4番埼玉板場利和、5番兵庫中条健二、6番地元群馬久保田敦、7番青森村上光。以上7選手の対戦、チャレンジ一般戦の2つ目第2レースです。今日最終日補充で入ってきました3番の沼川美沙です。アクシデントがありまして休み明け、今シーズンが復帰2節目ということになります。
そして番頭回っていきます。1番中村淳です。2番斉藤、1番中村、この両者の表裏からの人気になりました。ラインができたところの先頭は2番の斉藤克也です。昨日の2日目突っ張り先行でレニーに残っています。2レースの発走です。第2レース始まりまして、2番の斉藤が前を取りに行きました。これでラインができたところが前になりまして、選手紹介短期だった3人後ろからということになっていきそうです。その短期の3人もシャバン順にどうやら並んでいくでしょうか。今のところ5番中条、6番久保田、7番村上の順です。1週間目の3コーナーに入るところです。3番の沼川がスッと下げていきました。4番板場がこの3番沼川の入れてもらえない可能性ありますもんね。出たんですが、4番の板場が下げて、今度は3番沼川が1番中村の後ろ、これで最初の並びどうやら落ち着いていきそうです。前を取りましたのは2番の斉藤和也、このラインからの人気です。マークには準決勝ジガゼリン出ました。ワイノキかな、むしろシャバン順で1,2,3,4,5,6,7 でゴールかもしれないですね。さらには4番の板場と近くまでどうやら続いていきそうです。どうなんだろう、短期が何かできるか。5番の中条健二、5番手の位置、そして短期村上選手なんですよね。こういう時ね、6番でラストこちらも短期7番の村上浩、昨日の2日目はジャンマイからかましていきました。7番の村上、今日も短期のレースとなります。残り3周をレースは切りました。2番斉藤から1番中村、2112の表裏からの人気ですけれども、レースを動かしてきましたのは地元の6番久保田です。2周半を切ろうというところの2コーナーで6番の久保田が一旦インを切りました。まだ誘導が残った状況です。その6番久保田の内側をすくっていきまして、2番の斉藤、これで誘導が退避しましたけれども、もう1回インを切ります。6番の久保田がドカンとかますとかあるのか。2周半を切る手前で上がって一旦前に出ました。2番の斉藤は1車下げての2番手、1番中村、3番沼川、4番板場と続いています。そこ見てるよみんなね。後方は短期5番中条に7番の村上、5番の中条がインを切り込んできました。短いところ7がドカンといって2が追いかけるか。前では6番の久保田はまだ前ですが、4コーナーから2番の斉藤がかましていきます。2番斉藤がペースを上げていきまして、残りは1周です。6番の久保田は叩かれて2番手、さらに3番手の内側、前では2番の斉藤です。斉藤の先行になっています。1番中村、そして3番沼川、そして4番の板場、4人できまして、6番の久保田、5番の中条、ラスト離れた7番村上、最後の直線です。2番の斉藤が先頭、1番中村前傾姿勢になって変わったかどうか、3番手では3番沼川です。チャレンジ一般戦の2つ目、第2レースです。最終ホーム手前からの仕掛けになりました2番の斉藤勝也、ではリプレイ見ましょう。一旦6番クォーターがいわゆるイン待ちの状況になったんですけれども、最終ホーム手前の4コーナーからその背後にいました2番の斉藤が叩いていきました。1番中村、そして3番の沼川まで続いていきまして直線入ります。1番の中村が最後は番手から追い込んでいきまして、どうやら先頭でコースが通過。2番の斉藤2番手、そして3番の沼川3番手です。12着体制1番2番3番で交戦場に通過したようです。1レースは大波乱でしたけれども、ここは人気サイドの決着にどうやらなっていきそうです。チャレンジ一般戦の2つ目、第2レース決定放送まで今しばらくお待ちください。さすがに同地区だからさばきにはいけないか、久保田選手はね。1番2着、2番3着、3番前橋系列、2番人気で第2レースの払い戻し金をお知らせいたします。シャバン連勝複式、予想はちょっと組めなかったですね。1番、2番、140円、シャバン連勝単式、1番、2番、320円、3連勝複式、1番、チャレンジの2番、選抜ですね、やっていきますね。170円、3連勝単式、1番、2番、3番、540円、ワイド、1番、2番、100円、1番、3番、160円、2番、3番、170円、以上でございました。お待たせいたしました。
3レース A 級チャレンジ選抜先頭固定1700m 競走出走表の通り選手に変更はありません。先頭員は土屋博選手です。すげえ被ってますね次ね、うん、できるかな347。星名選手がなんかね着取りほどピリッとしないんだよね。第3レース逆に吉橋選手の方がいいぐらいですよね。電話投票締め切り時刻9時17分、発送予定時刻9時20分です。第2レースの決定です。1着1番中村淳、2着は2番斉藤和也、3着は3番沼川夢久。払い物出金です。2車単1番2番320円、3連単1番2番3番540円。はい、前橋の今2を見ていただきました。暖かったね、おめでとうございます。まあ、ワンラインでしたね、2134のね。はい、じゃあ次がチャレンジの選抜ここが野口選手の前受けと吉橋選手か。何ができるんだろうね。追い上げマーク、外並走、もう一回行くか。できれば縦勝負の方が面白いと思うんだけどな。なんかできるっすかね。しっかりこう抑えて4731265の構図にできれば。ってならワンチャンありそうだけどね。横よりは縦かな。突っ張られて番手並走とかよりはね。野口選手の押し切り3着をどうするか。大山選手でいいのかね。初日の感じは全く問題なさそうですよね。前節良くなかったんで今節どうかなと思ったけど、初日問題なかったっすけど、ちょっと安いね。安いねそうすると黒瀬選手のツッコミ、星名選手のツッコミの方がいいかな。でもあんまり元気ないよね。着はねいいんですけどね。一旦下ろして飛びつき系どうだろうな。縦勝負でちょっと見たいんだよね本当はね。126はごめんなさいちょっと安すぎるんで、12の34とあと14取った場合が147 1427か。1427さらしが3 1427さ、そこまでだね。あじまさん番手いきますかね。ありがとうございます。16に箱さんですね。おお箱さんすげえな。幸男選手ね、対戦成績ちなみにどうなんだろうね。ちょっとでも削られるとね面白いですよ確かに。そこはね、箱さんはね162だとめっちゃつくな箱さんめっちゃつきますね。ちょっとねそこかいくぐってみますかね。はい、じゃあちょっと松坂の2を見ていきますね。ここ奥田選手の縦勝負と横さばきの2つでちょっと勝ってみてます。1番福井の奥田健志郎、2番神奈川梶山大輔、3番北海道大沢奏太、4番静岡北村正明、5番地元古田義明、6番埼玉井上義弘、7番愛知浅見俊也。第2レース以上のメンバーによって争われます。
自由で入ってきました。1番福井の奥出健志郎、1着を取っても点数が下がるという立場ではありますが、53戦、ここは確証級でしょうか。1番の奥出、第2レースチャレンジ一般戦のスタートです。奥出健志郎がゆっくり出るのか、外目から6番の短期井上義弘がまずは出まして、4番の北村正明、大沢彼方のラインがどうやら前ということになっていきます。奥出健志郎前に出ずにここはスタートを控えました。1周回目2コーナーカーブへと向かいます。4番の北村がちょっと奥出の動きを見ましたが、2コーナー回っていきます。先頭と2番手大きく車間が開いていますが、どうやらこのまま3番の大沢彼方が上昇です。大沢が概ね前段からの競争、奥出が後ろ攻めを取りました。短期の6番の井上だけが誘導の後ろぴったりついて4コーナー回っていきます。その後まだ車間が開いていまして、3番の大沢彼方、レースは間もなく2周回目です。大沢の後ろに難関勢で2番の梶山大輔、4番の北村正明、奥出健志郎はスタート5番手です。マーク5番の古田義明、7番の浅見俊也、1対3対3ですが、2番手に3番の大沢彼方、一方1番の奥出健志郎は後ろ攻めの5番手。2周回目バックから3コーナーカーブへと向かっていきます。短期6番の井上義弘の前受け、そして2番手には3番の大沢彼方、この2番手の位置から先行する形か、いや1番の奥出健志郎がまず上がっていきまして4コーナー回っていきます。奥出が動いていきまして、4コーナーから直線、前橋ね、ちょっと箱さんの16にちょっと乗っかります。ありがとうございます。ラインの前の選手がこれで2番手並走の形に変わりました。短期6番の井上義弘が先頭の位置、2、3、4番手が並走と変わりました。初手後ろ攻めだった1番の奥出健志郎が上がっていきまして、ジャン前に誘導員退避です。誘導を下ろした1番の奥出健志郎、3番の大沢彼方は2番手インコース、1番の奥出がジャン過ぎ2センターでどうやら切りました。ここで出て1番の奥出健志郎、6番の井上義弘、2番手内目最終周回、このまま奥出が先行です。奥出先行で3番の大沢彼方は5番手からのまくり勝負になっていきます。奥出が逃げて2番手まだ並走続いていますが、5番手からは3番の大沢彼方がまくってくる。大沢まくって合わせ切ることができるかどうか、1番の奥出健志郎ですが、3番の大沢彼方が3コーナーカーブまくり切りました。大沢のまくりでライン3人そっくり行き切って、どうやらライン3者の勝負直線コースへ向いてくる。まくった大沢、番手から2番の梶山大輔、梶山差し切ってのゴールです。3番の大沢、そして4番の北村正明なるよね、やば。初手後ろから攻めた1番の奥出健志郎が抑えてかける展開になりました。何しに来たの今日補充で。これを5番手から一回り、3番の大沢彼方、やば。人気を覆して3番の大沢のまくり、マーク2番の梶山大輔、ゴール前に最後は余裕で差し切っています。補充で入ってきて、2番の梶山の差し切り、まくった3番の大沢が2着、3着には4番の北村正明で人気の奥出はまくられました。2番、なんか上福越選手みたいだね、なんかやり方がね、なんだろうな、なんか系統似てますね。しずくさん当たりですかね、勝ってましたか、2、3、3に、すげえ、おめでとうございます。選手へと移ります。3レースはチャレンジ選抜戦、どうでしょうか、先に2レースを終えた選手を引き上げさせる模様でしょうか。3連打、おお、おめでとうございます。1が売れてましたからね、しばらくの間お待ちください。いやー、ひでえわ。ひどい。これからびっくりした。お知らせします。ただいま赤旗が掲示されました。しばらくお待ちください。これラインのワンツーでもつきますよね。233にはね。第2レースは審議を行います。対象選手はまだ発表されていません。3コーナー審判と赤ランプです。3コーナー付近の事象について審議を行いそうです。この後放送が入りますまでしばらくの間お待ちください。対象選手は400円で発表です。いくらぐらいつくんですか、2332でね。23234の結構いい配当ですよね、これね。1が1号も全然売れてなかったけど、1が売れてましたからね。先発戦の選手会と移ります。お知らせします。ただいまの審議対象選手は第3コーナーの5番です。審議の結果と決定はしばらくお待ちください。審議対象は5番と発表されています。上位入着の選手には関係ありません。決定が出ますまでしばらくお待ちください。代わってバンク上は3レースの選手紹介です。400円で何倍つくの、2、3、4か。検討員を紹介いたします。いずれも出走表の通り出走いたします。すげえな、400円でバッチリですね。おめでとうございます。3対2対2当たった方ね、ありがとうございます。近畿は2番の樋口幸男、6番の川本茂で2番6番、
地元7番大内正勝には4番栃木の野崎修一です。元関東の連携といった感じで7番4番です。3番鈴木康平には東北勢、1番の白石大輔、5番の阿部明で3番1番5番です。3レースお待たせしました。ただいまのレースの審議対象選手は5番ですが、3着までには到達しておりません。決定。1着2番、2着3番、3着4番。お客様に松坂競輪場第2レースの払い戻し金をお知らせいたします。車番2連勝複式23890円、車番2連勝単式23310円、3連勝複式234560円、3連勝単式234580円。ワイド。はい、今松坂の2を見ていただきました。ライン12でめちゃくちゃつきましたね。うん、当たった方ね、おめでとうございます。多分あれゴール戦、誰が言ったんですかね、梶山選手かな、シャーって言ってましたよね。うん、いやこれは嬉しいだろうね。うん、してやったりだもんね。うん、面白いレースでしたね。当たった方おめでとうございます。はい、では次3いきますね。人気は白石選手か。昨日初日が良かったけども、昨日いやーでもここ考えたんですけど、やっぱ315-2674、まあ3社で前受けするとなると多分そのまま突っ張ると思うんですよね。やっぱりこのかましっていうよりは組み立て云々がまだまだなんで、やっぱりここは一旦突っ張ってどうするか。大津選手が一旦行って突っ張る、もう一回行ってそのままかける、サラ足なのが2ってなるとやっぱ2のまくり上げかなと見てます。はい、なんでちょっと2の頭から買ってみます。川本選手の2着はいるかな。ちょっときつげだけどな。3着には入れといてあげた方がいいですかね。3456だと8点か。4がいる、7がいく、切り替え。松坂直線長いですからね。2がさらし、確かにでもラインの3着入れてもおかしいですね。ごめんなさい、1346にします。16倍から178倍ですね。234とか確かにちょっとごちゃつきすぎですけどね。まあこれはこれで、いやこれでちょっと行ってみます。第3レースは前橋1周335メートルのバンクを5周します。1700メートルで行われます。4対2対1、ラインは2分線になりました。南関東の4社が選抜戦に回る形になりまして、その4社隊列を選手会では作っていました。1番野口の先行1社のようなメンバー構成と言っていいでしょうか。それでは3レースの対戦メンバーです。1番は神奈川野口周平、2番千葉相田翔一、3番新潟星名啓太、4番埼玉吉橋秀樹、5番静岡黒瀬光一、6番千葉青山幸男、7番青森木村元信。以上7選手の対戦、チャレンジ選抜戦の第3レースです。
初日連に絡んでいます4番の吉橋秀樹、今日はこの吉橋に選手会7番の木村がつけていました。そして2番の相田翔一です。千葉のベテラン、 G1 戦線でも活躍しました千葉の相田、初日本シリーズ連に絡んでいます。4車台の先頭になりました1番野口周平です。この2日間は先行勝負で挑んでいます1番野口が人気の一角に押されました。3レースの発走です。第3レース始まりました。2番の間がゆっくりと前を取りに行きました。これで南関東4社が前ということになります。4番の吉橋はこのまま行きますと後ろからということにどうやらなっていきそうですが、1週間目の2コーナーからバックストレッチに入るところです。2番の間誘導に追いつきました。6番の青山、5番黒瀬と上がっていきまして、その後ろから1番野口も上昇です。短期だった3番星名ですけれども、このまま並び作っていきますと5番手、対しまして4番の吉橋が6番手で、この吉橋マークで7番の木村、直線戻ってきまして4対1対2の形でレースは2周回目に入ります。人気の中心になりました1番野口周平、南関東ラインが前受けです。昨日の2日目は突っ張り先行で押し切っています。千葉勢が続きまして2番の相田翔一、そして6番の青山幸男、さらに5番黒瀬光一まで続きます南関東の4社です。決勝進出時点でした3番の星名啓太が短期5番手、そして4番の吉橋秀樹が6番手で、この吉橋に7番の木村元信がつけます。昨日の2日目は斉藤和也の先行を乗って1勝を挙げています。残りは3周です。人気は1番野口から2番間、この台になりました。さあ7番の木村が動いてきました。7番木村が一旦どうでしょうか、2番手の外までやってきましたが、これに1番の野口が反応しまして縦勝負か、誘導を外しました。4番の吉橋の後ろにもう一度7番の木村が戻ります。直線戻ってきまして残りは2周、そしてその残り2周を切る手前の4コーナーで4番吉橋が動いてきました。一旦かます感じですが、内側1番野口突っ張って、さあ4番吉橋が番手に収まります。しかしもう一度2番の間も外側から追い上げていく。今度は4番吉橋が縦へと踏んでいきまして1番野口の今度インに入ってきました。2番の間、4番吉橋一旦番手に収まったんですが奪い返します。6番の青山が続きまして南関東の3人、5番黒瀬もここは4番手キープ、残りは1周です。対しまして動いた4番吉橋は5番手に交代しまして、短期3番星名、ラストが7番の木村、最後のバックスイッチに入っています。逃げていますのは1番の野口です。番手2番の間、そして6番の青山が3番手で最後の直線へと入っていきます。番手から2番の間が追い込んでいきますけれども、振り切ったが1番の野口、チャレンジ選抜戦の第3レースです。1番の野口が前受けからそのまま逃げる形になりました。その後ろ一旦もつれかけたんですけれども、2番の間が番手守り通しました。ではリプレイ見ましょう。4番吉橋の追い上げマークもあったんですけれども、ジャンル内側を少し返していきました。2番の間が番手を奪い返しました。逃げたのは1番の野口でした。野口の先行、2番間、さらには6番の青山と南関東4社、最終的には隊列元に作り直してという形になりまして、ライン一番人気ですかね、これね。上位の入着体制ですけれども、1番、2番、6番でゴール線上位通過しています。南関東ラインの 1,2,3,4 が決まりました、チャレンジ選抜戦の第3レース決定放送まで今しばらくお待ちください。昨日に続いて2日目から連勝ゴールにこのまま決定しますとなります。1番の野口周平です。芝放送です。前橋競輪第3レース決定、1着1番、2着2番、3着6番。前橋競輪第3レースの払い戻し金をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番2番110円、シャバン連勝短式1番2番150円、3連勝複式1番2番6番190円、3連勝短式1番2番6番260円、ワイド1番2番100円、1番6番
170円、2番、6番、150円、以上でございました。お待たせいたしました。4レース A 級特一般、先頭固定1700メートル競争、出走表の通り選手に変更はありません。先頭員は青木亮太選手です。2.6 倍か、うん、まあ簡単じゃない 2.6 倍でしたね、うん、まあ、あれだけやってもらえれば、うんですね、うん、もうちょいゴリゴリ削ってもらうと相田選手がね足削られるから、うん、箱さんあったかもしれないですね。第4レース選手紹介ご覧いただきました。電話投票締め切り時刻9時37分、発送予定時刻9時40分です。第3レースの決定、はい、では3レース確定ですね、うん、当たった方ね、おめでとうございます。はい、では次がこっから1、2半戦ですね、入っていきますね。で、人気が2、おお、思いっきりと本戦なんだ。ちょっと穴っぽいかなと思ったんですけどね。まあ、シャバン的にもそっか。そうなんだ。まあいいや。まあ、ここは、まあ、先行は、まあ、福森選手が先行、門馬選手がどうするか。まあ、切れ目にいる古川選手のまくり一発、うん、そこだけっすね、うん、肥後選手もどうかなってところあるんで、2のちょっと軸にした感じですね、うん、昨日が昨日大沼選手か、うん、で、福森選手は昨日は逃げなばって初日が全然だったもんね、うん、井上選手に叩かれてね。で、昨日は、あ、そっか、まあ、先行医者の番組ですもんね。って、うん、考えると、門馬選手がどうするか、まあ、ちょっとごちゃごちゃすると、やっぱり2号のまくり、2のまくりごろですかね。うん、なので、ここ2から1号の1、3、4号で、6点で勝ってあります。18倍から70倍とかだったかな、うん、松坂がちょっとずれればって感じか、うん、まあ、2、3ってね、ちょっとね、普通はちょっと買いづらいですけど、2、3、1はいいけど、2、3、5とかはね、普通買いづらいよね、うん、でもちょっとごちゃごちゃしそうなんで、うん、ちょっと2の突き抜けをお願いします。来ました。2レースの競争結果をご覧いただいています。1着になりました2番梶山大輔選手は上がりタイム11秒9、決まり手は差しでした。その他の着順成績はご覧の通りです。それでは第3レース実況でお楽しみください。今夜の風は穏やかなコンディションで、3コーナー付近の3本の旗、さほど大きくはなびいていません。風は穏やかですが、配当的にはそう穏やかではない、そういった序盤の一般戦を終えまして、この後3レースは選抜戦です。第3レースの対戦メンバーが今発走機に揃いました。それでは3レース対戦メンバーです。1番福島の白石大輔、2番兵庫樋口幸男、3番静岡の鈴木康平、4番栃木野崎修一、5番宮城の阿部明、6番奈良川本茂、7番地元大内正勝。3レースは以上のメンバーによって争われます。
今シリーズのオープニングレースでも連携取っていました鈴木康平、そして白石大輔、連携そのものはうまく決まりはしませんでしたが、それでも連結外しながらも自力に転じた白石が一着でした。ここはすっきりと連携決めることができるかどうか。3レースのスタートです。その白石が飛び出して2番の樋口幸男、枠なりのスタートに落ち着いています。3番の鈴木康平が正攻法からの競争になっていきます。近畿勢は中段で2番の樋口幸男、一方の大内と野崎、この2人は後方の6番手7番手。1周回目、まもなくバックラインを通過していきます。1番の白石大輔スタートを取りまして、3番の鈴木康平の前受けです。マーク1番の白石大輔、そして5番の阿部明、この3人で前段です。近畿は中段で4番手2番の樋口幸男、マーク6番の川本茂、近畿の2人は中段です。7番地元大内正和、元東京の大内に4番栃木の野崎修一がマークを取っています。この2人がタッグを組んで後方からの競争。3対2対22コーナー回ってバックへと入っていくところです。3番の鈴木康平が正攻法からの競争です。一般戦に参りましたが、昨日は先行一者の展開をものにしました。3番の鈴木康平連勝となるかどうか。3番の鈴木、あるいはマーク逆転なるか。1番の白石大輔、3番手には5番の阿部明、ラインを組むこの3人が前段。後方から7番の大内正和、番手を上げていきまして、4コーナーから直線、マークは大ベテラン4番野崎修一、残りは2周赤番形状通過です。3番の鈴木康平が突っ張っていくか、7番の大内正和、7番の大内正和がどうやら切りました。赤番過ぎに切った7番の大内正和、樋口幸男は中段から中段と立ち回って本線を後方に置いていきます。3番の鈴木康平ようやく下げてジャンで5番手、2対2対3、抑えた7番の大内正和、引いて5番手からの巻き返しは3番の鈴木康平ではありますが、ちょっと中段2番の樋口幸男も牽制しまして、最終周回です。1番の白石ですが候補に降りていまして、3番の鈴木康平は中段の外目あたり苦しくなりました。先行7番の大内正和、マークは4番野崎修一、3番手キープは2番の樋口幸男、マーク6番の川本茂、3番の鈴木康平中段アウトコースで頑張ってはいますが、ちょっと苦しい展開だ。1番の白石は後ろから2人目、2センターから4コーナー、3番手から2番の樋口幸男を縦に踏んで直線コースへ向いてくる。先頭大内、番手から4番野崎修一、4番野崎、2番の樋口が捉えたかどうか。2番の樋口か、わずかに樋口幸男か。そして大ベテラン4番の野崎修一、外目から1番の白石大輔。第3レースのチャレンジ選抜戦、大内が切って鈴木康平が下げて巻き返そうとはしましたが、巻き返しは効きませんでした。中段中段と回った2番の樋口幸男、番手から4番の野崎修一も一生のチャンスではありましたが、それをさらに捉え切って2番の樋口幸男、シリーズ2勝目のゴールです。2番の樋口、そして4番の野崎大さんと川口健さん、こんばんは、よろしくお願いします。展開逆7だったら4なんだよね、うわやっちゃったね。74なら7から4の引き出しですね、うわやっちゃった。241つくっすね、これ24もすげえつくから、いやー代わって第4レース、1、2、3戦特一般戦の選手紹介です。1、2、3番車にラインができそうです。いや3番、5番は大阪の2人です。3番中井雄介、5番山田、松尾さんこんばんは、ありがとうございます。241も24も持ってる、おおおめでとうございます。そっちだったね、決定1着、すげえつくでしょこれ。2番、2着、4番、3着、60倍とか70倍ぐらいはあるんかな。214でも66倍あるから買い間違えてなかったいやお客様に満車券、うわー第3レースの払い戻し、うわーしかもうわーつくねー、すげーなー。円シャバン2連勝単式243000円、3連勝複式124360円、悔しい、これはちょっと悔しいですね。部長さん20通りね、おめでとうございます。これで競輪飯代ができましたね、すげえ1万、1枚ずつでも189枚だもんね。780円以上でございました。第3レースの結果です。1着2番、2の頭は譲れなかったけどね。2着4番野崎修一、
3着1番白石大輔、払い戻し金2車単2番4番3000円、3連単2番4番1番1万5970円でした。いい配当ですね、うん、当たった方ね、おめでとうございます。うん、さっきも言ったんですけど、展開が真逆っすね。もうそうなっちゃったらどうしようもないんだけど、まあ、7の引き出しだったら4だから、逆にちょっと踏み合う前提でね、番手番手の組み合わせにしといた方が良かったかもしれないですね。いや悔しいな。いやでもいいや、部長さん取ってくれたから、おめでとうございます。あでも2一郎はそんなでもないんだね。そうだね、7と3がぶつかるんであれば2から14、まあ2から146、146みたいな考え方ですかね。しゃあない、じゃあ次行きます。樋口選手でこんなつくんだ。いや次も行きますね。次もちょっと抜け狙いですね。次は45分が締め切りですね。で、ここは、人気は割れ気味か。佐藤選手から長野選手のワンツー。やっぱそこだよね。4が前受けしそうで、246-1735の初手。切って切り替えて2が行くか、まあ立ち区連れてどうするかだよね。まあ172-4635であれば切って切ってで246-3517-1がどうするか、まあ縦勝負だと思うんですけど、そうすると2がかけて4の抜け出し、昨日良かったですよね。オラオラどけって言いながらね突っ込んできましたから、長野選手の軸と、あとは伊藤選手のまくり追い込み、初日めっちゃ良かったですね。かわさないでほしかったんだけど、初日はね。まあ、突っ込んでくるよってところで、4の軸から、1、2ですね。そこで行ってみます。で、ちょっと6はぶった切ってって感じかな。で、行こうかなと思います。あ、でも伊藤のオカルトあるかな。終わってみたらオカルトあるんだよね、こういう時ね。416とかで、461とかで、どうしようかな。3着4から12、123、中井選手流れ込んでくるイメージなんですよね、後方からね。あ、ごめんなさい、中段からね。で、1がまくり追い込みなので、4から1、2、3、6、4、8点だもんね、これでね。これ入れると12点か。川口健二さん、ちょっとね、惜しかったんだけど、ちょっとね、今すげえ悔しい。メモを見たらね、2から134だった。ねえ、まあ、しゃあないですね。ちょっと勝ってないから。じゃあ、ちょっと次、狙っていきますね。ちょっと抜けだと思うんで、ちょっと取っていきますね。はい、では、見ていきます。杉浦浩一。5番、東京、飯島純。6番千葉福森慎太郎、7番北海道門馬拓馬。以上7選手の対戦、特一般戦1つ目第4レースです。南関東ラインは6番の福森慎太郎がラインの先頭です。昨日の2日目前受けからそのまま先行しまして2着に残っています。東京5番の飯島純です。来月の前橋競輪で関東地区プロが行われますけれども、解説を務めます5番の飯島、今日は2番古川に前を任せました。
ちょっとね、もう東京ライン先頭は見に行ってみたいんですよね。どんな感じなのか。今日準決勝に登場しました2番の古川、節目の200勝まであと1と迫っています。4レースの発走です。キャンブルっていうよりね、競技目線でね、4レース始まりまして、内側3人飛び出していきまして、1番肥後、3番の畠山、さらには2番の古川なんですけれども、外からは7番門間も前に動いてきました。これは3番の畠山が横までやってきまして制します。そして1番の肥後がどうなる、前を取りたかっていたんですけど引きました。どうやら南関東ラインが前段になりまして、短期1番肥後その後ろ、そして2番古川に5番の飯島、東京両者中段になります。北海道の2人後ろからということになりそうです。レースは2周回目、選手の先まくり6番福森の前行きに変わってきました。まあ、一頭になっちゃったらすいませんかな。6番の福森慎太郎と3番の畠山博之、この両者の前受けになりました。短期は1番の肥後康介です。初日連に絡んで昨日は準決勝出ています。中段の位置に東京ラインで2番の古川宗之には、今日目標があります。5番の飯島純、そして今日も後ろ詰めになりました7番の門馬拓馬、昨日も連携しています4番杉浦浩一がマークしまして、北海道の2人です。残り3周レースは来たところ、この3周来たところで7番の門馬がゆっくり上がっていきます。人気は中段にいます2番の古川なんですけれども、その横を7番の門馬が通過しました。2周半を切ろうというところ、しかし前では6番福森誘導を外しました。7番門馬を突っ張ります。6番の福森です。7番の門馬はもう一度踏んでいきまして、残りは2周、これも6番の福森が合わせました。北海道両者できれません。今日も7番の門馬突っ張る形になりました。杉浦選手がどこを入れるか。6番福森前受けからの突っ張り先行です。3番畠山がマーク、短期1番の日野が3番で、その後ろに東京の2人、2番古川、5番飯島、4番杉浦スイッチしまして、ラストが7番門馬、残りは1周です。前受け突っ張り先行になりました。6番の福森、南関東大が先制しています。3番手から先まくり、1番の肥後、肥後がまくっていきまして、これに2番の古川が乗っています。3コーナーで6番福森を捉えました。1番肥後の外側から2番の古川が車を外に出して、最後の直線2番の古川がかわしまして、東京ワンツー、そして節目の200勝です。やった当たった特一般戦の先まくりしてくれてよかったですね。自力だと多分きつかったよね。3番で短期先まくり、このタイミング一旦あったんですけれども、肥後マークにスイッチしました。2番の古川でリプレイ見ましょう。相島さん、やっとありがとうございます。6番福森真由紀から突っ張り先行でした。後ろの7番も突っ張っての先行、最終コーナーから先に1番の肥後がまくりを打ちます。その肥後のまくり、2番の古川が一旦追走してから4コーナー車を外に出していきます。5番飯島とのワンツーが決まりました。東京ワンツー、3番手は短期1番の肥後で、2番5番1番で今じゃけん続けるよ、頑張ります。特一般戦の1つ目第4レースです。決定放送まで今しばらくお待ちください。この東京ワンツー、どうやら上人気に押されていたようです。一番人気だ。そしてこのまま決定しますと通算200勝ということになります。東京の2番古川宗之、古川が最後は外に乗ってきました。払い戻し癖つけないとね。前橋競輪第4レース決定、1着2番、2着5番、3着1番。前橋競輪第4レースの払い戻し金をお知らせいたします。抑え切ってね、合わせ切った段階でもなんか3の頭っぽい展開でしたけどね。310円、シャバン連勝、川選手の自力だとちょっと危なかったな。肥後選手に感謝ですね。3連勝不式、1番2番5番430円、3連勝短式、2番5番1番1220円、朝さんね、ありがとうございます。やっと取れました。2番5番160円、1番2番200円、1番5番270円、以上でございました。お待たせいたしました。5レース A 級特一般、先頭固定1700m 競走、2番小島選手はギア倍数を 3.92 に変更しております。
その他の選手は出走表の通り変更ありません。なんか違うってことだよね。先頭員は長岡剛選手です。第5レース選手紹介ご覧いただきました。電話投票締め切り時刻9時57分、発送予定時刻10時ちょうどです。第4レースの決定です。1着2番古川宗行、2着は5番飯島純、3着は1番肥後康介。払い戻し金です。2車単2番5番500円、3連単2番5番1番1220円。その他、はい、では今前橋の4を見ていただきました。当たった方ね、おめでとうございます。まあ、4点で12倍なんで、うん、あれ6点かだったんで、うん、よかったかなと思います。当たった方ね、おめでとうございます。ようやく取れたのでちょっと次行きますね、うん、はい、では前橋人気は517か、大沼選手の逃げ切りか。昨日でも及川選手悪くなかったですよね。昨日狙ったんですけど、まあなんだかんだ展開のあって、まあ6番手でしたけど、まあ4着突っ込んできてるんで、ここでそんな悪くないと思うんだけどな。ワンチャン突き抜けまで、ちょっと行ってほしいんですよね。まあ、5の主導権から1のかわし、まあ、1551、2の先まくりか、昨日ね、ちょっと期待したんだけど、さばかれちゃって全然ダメでしたね。同じ4着だけど、なんか全然、小島選手の方が評価低い4着ですね。さばかれての4着だから、ねえ、斉藤選手突っ込んできたやつね。って考えると、まあ、今日まあ修正は、まあ、ギアね、変更して修正してきてると思うんで、まあ、ここ1の抜け出し、2の先まくり、4のまくりで直線勝負、まあ、5は持たないっていう予想ですね、うん、でいこうかなと思います。でちょっと自分は行ってみますね、うん、相島さん、お、1331、おお、4じゃなくて3ですかね。鎌田選手でも昨日先着してるんですよね、及川選手のまくりからね、うん、外浮かされて突っ込んできてるイメージ、突っ込んできてました確かね。いや、うん、自分はちょっとね、この軸はちょっとやめて124のボックスでいきます。だいぶちょっと狙ってると思うんだけど、これどうだろう。あー、いいっすね、うん、55から200倍っすね。相島さんが13の26、いけずの3ですね。鎌田選手もうちょい見たいな、自分は、うん、もうちょい復調まで見たいっすね、うん、いやでも楽しみですね。ありがとうございます。ふうさんが24の16、24の6、142の4点ですね。ありがとうございます。では、見ていきますね。ここが。のり。2番青森、佐藤博人。3番大阪、中井雄介。4番山梨、長野富美。伊藤のオカルトがあるか。5番大阪、山村亮太。6番長野の伊藤博道。7番神奈川、久保正史。第4レース、以上のメンバーによって争われます。
目標がなくとも自ら打開できる1番の伊藤明則、その伊藤明則の総力戦が人気の中心になっています。今シリーズ初戦はバックセッティ1勝げています。逆に1本取れるとって感じですね。でが逃げる形になっての何着でした。今日は射程圏から最終的に射程が前向けしないでほしいな。2は1人スタート取ってもらって4レースのスタートです。4番の長野文秀からまずは出ました。積極的に取るんかい。伊藤脇中段です。マジか。2番の佐藤博人が前からの競争になっていきます。伊藤脇中段の位置を抑えて大阪勢はどうやら後方から初回の2コーナー回ってバックへと入ります。スタートを取った4番の長野、上がってくる2番の佐藤博人、この辺ってでも話してるはずですよね。スタート取れるなら取りましょうかみたいなね。4番の長野文秀、マーク6番の伊藤博道、まずはこの3人で前段です。神奈川コンビは中段です。1番の伊藤脇乃4番手、マーク7番の久保正史、神奈川の2人は中段で切って切り替えての。3517だと大阪コンビ後ろ攻めの6、7番手、3番中井雄介、マークは5番の山村亮太、縦一列の3対2対2、2周回目1コーナーから間もなく2コーナーへと向かっていきます。思えないんだけどな。スタート4番の長野が取りまして、2番の佐藤博人の前受けです。今回は前顕微から少し控えなめなコメントではありましたが、実戦気配まだまだの印象です。2番の佐藤博人、佐藤のマーク、4番の長野文秀、3番手には6番の伊藤博道、まずはこの3人で前段です。1番の伊藤脇乃は中段の位置4番手、マーク7番の久保正史、3番中井雄介後ろ攻めです。6番手です。中井選手もしっかりかけると強いですからね。その中井雄介6番手からそろそろ上がってくるか。残りは2周回です。前は2番の佐藤博人、誘導を外して2番の佐藤が先頭の位置、縦1列中段4番手キープは1番の伊藤明則、一旦上がりかけた3番の中井雄介は6番手の3対2対1。 ありがたいですねそれなら。いや、最終日このまま前から先行でしょうか。2番の佐藤博人、ジャンの4コーナー回っていきます。3番中井雄介、この4コーナー下りから動いていきますが、先頭2番の佐藤博人、仕掛ける3番の中井雄介、中井雄介現在は3番手アウトコース、牽制者の6番の伊藤博道、1コーナーから2コーナーで3番中井の一敗です。5番の山村切り替えましたが、6番手バックから3コーナーカーブと向かっていきます。先頭前からかけて2番の佐藤博人にマークは4番の長野文で、3番手6番の伊藤博道、ライン3人先頭2番手3番手4番手溜めて追い込んでくる1番の伊藤明則、直線コース番手から4番長野文で、4番長野迫った1番の伊藤明則、捉え切ってのゴールです。1番の伊藤明則、最後は4番手から捉え切りました。第4レースの特一般戦、また増える声が聞こえましたね。7来ちゃったかな。3番中井は行けませんでした。中段キープから一気の強襲でした。1番の伊藤明則、番手は4番の長野文秀ではありましたが、それを捉えて1番の伊藤明則、初日は番手戦、そして最終日はラインの前回り、1番の伊藤明則シリーズ2勝目のゴールです。2着は4番の長野文秀で、1番4番、その後3着争い3者ですが、真ん中6番の伊藤博道がどうやら体勢有利です。1番4番6番と入っています。第4レース6決定はちょっと抜けですね。よかった、あじまさんありがとうございます。よかった。ただいまから第5レースの選手追加してよかった。先頭を紹介いたします。伊藤オカルトあるかなと思って、出走表の通り出走いたします。変わって第5レース2つ目の特一般戦選手紹介です。さんありがとうございます。取れましたよかったです。1番前、4番福島、鈴木達也の回っています。まあでも、展開としてはバッチリですね。展開にしてはつく感じですね。群馬コンビ3番中島正隆、2番の中川拓也、3番2番1番の久明には6番朝日圭介、川口健二さんありがとうございます。よかった、6追加してよかった。決定、本当それだけ。1着1番2着4番3着6番、ねえアンチャマさん、中井選手ねしっかりかけると強いんですけどね、ああいう展開やっぱ向かないですよね。お客様に松坂競輪場第4レースの払い戻し金をお知らせいたします。車番2連勝複式14560円、車番2連勝単式14920円、3連勝複式14610円、3連勝単式146
4370円。もうちょいちょっとね抜けてほしいんだけど、まあ、うん、43倍ならねいいっすよね。1610円。ヨさんもありがとうございます。よかったです。以上でございました。第4レースの結果です。1着1番伊藤明典、2着4番小佐野文秀、3着6番伊藤博道。払い戻す金2車単1番4番920円、3連単。はい、では今松坂の4を見ていただきました。当たった方ね、おめでとうございます。なんかようやくね中配当が取れた感じですね。本当はねメロン買う予定全くなかったんだけど、なんか伊藤オカルトが怖かったんで、追加したらハマってくれましたね。やっぱり名字買いと、まあ、展開はねもちろん3番手だからねありましたけどね。ね、愛知さん、あ、そうですね。まああれ立ち区だからね突っ張らないかなと思ったんですけど、あんなに遅いんだったら突っ張りますよね。いや感謝ですね。佐藤選手ね。はい、では次が5レースですね。あ、ごめんなさい、5レースね見学ですね。ちょっとここ組めなくて、ちょっと昨日番手回った競り選手が勝ちきれなかったりとか、狙ってみた久選手が全然ダメだったりとかで、ちょっと市場入れても予想が組みきれなかったので、ここはちょっと見学にします。なんか面白い買い目があればちょっと買ってみます。ちょっと展開整理すると、まあ、自在が、13だよね。13が自力だけどどっちかというと自在っぽい。7が自力、セリ選手いるからかける7543216の図になるんかな。切って切り替えてで、レッサー選手がどうするか、まあ、突っ張り含みで、あでも3人中段キープしますよね。まあでも昨日のレッサー選手だとワンチャン仕掛けて大中選手に合わされてぶっ飛ぶとかあるかな。そうすると3223が面白いですね。ああでもやっぱ人気かこの辺りですね。1がぶっ飛ぶ方がいいな。3223の45、32の5のハサミとかね。どうなるか、どうしようかな。中島選手な、でも展開としてはやっぱ漁夫の利ですよね。ぶつかってもらった方がいいよね。7543216からどうするか。久選手初日の出足は良かったけどね、昨日ちょっと言い方悪くするとちょっとどんくさかったですよね。なんでどうするか、まあ、初日はめっちゃキレッキレで昨日が全然ダメダメで、今日一番車どうなるかっすね。ちょっと見学でいきます。はい、あコロさんこんばんは、ありがとうございます。5から12の4ですね。今日もよろしくお願いします。はい、では前橋がちょっとだいぶ狙ってるんでハマってくれると、及川選手のまくりですね。続きまして第5レースです。永久特一般戦の2つ目です。前橋一周335m のバンクを募集します。1700m で一旦チャレンジも落ちたんですもんね。そこからまた戻してきますもんね。南関東3社、北日本が2社、関東勢分かれていきます。あそれすごいな。そうかなると第5レース対戦メンバー、ごめんなさい失礼しました。そうなんだ。1番は静岡か遠藤克幸、2番埼玉は小島正明、3番宮城鎌田聡、なんか小衣装とか残ってそうですけどね。4番岩手及川優勝、5番静岡大沼孝之、大怪我したとはなんか聞いてましたけど、6番新潟川上慎二、頭蓋骨だったんだ。7番神奈川藤田和彦、以上7選手の対戦、特一般戦の2つ目第5レースです。北は2社になりました。昨日の2日目後方6番手からのまくりになりました4番の及川優勝、3番鎌田聡とのコンビです。
そして5番の大沼貴之のライン3車です。昨日の2日目前行きから早めに突っ張り先行を見せています。その番手を回っていきますのは初日に5番大沼と連携しています。1番遠藤勝之、3人2さんから4号相手に登場。来月の前橋ミッドナイトにも斡旋入っています。5レースの発走です。第5レース始まりまして、1番の遠藤飛び出していきました。これで南関東ラインが前段にどうやらめっちゃ痛いらしいですよね。そしてこの1番遠藤の後ろ6番の川上が入ります。4番の及川が続きまして、この4番及川はこのまま行きますと後ろ攻めです。2番の小島が上がってきまして、4番及川の前へと出ていきます。そして前の方では5番小沼の前行きに変わってきます。南関東ラインが前段です。1番遠藤、そして7番藤田の3番で上昇、6番の川上が4番手で、2番の小島が5番手、この2人は先勝会それぞれ短期でした。4番の及川が2番小島の内側で踏みとどまっています。そしてこの4番及川には3番の鎌田がつけています。5番手の折り合いがつかなかったんですが、どうでしょうか。まだ並走続いています。前は南関東の3人になりました。5番の大沼貴之に1番の遠藤勝之、そこやりやないでほしいんだけどな。この前橋では1992年ダービーに決勝2着があります。7番の藤田和彦、この南関東3社が前段です。3日間短期の6番川上慎次郎が今4番手の位置です。昨日は追い上げて3番手に一旦入っています。その後ろの並走続きます。3日間短期2番の小島正明、当日ギア変更でギアを上げてきました。この内側で4番の及川優勝止まった状況ですけれども、まだ並走続いています。及川マークには6年ぶりの前橋でした3番の鎌田聡、昨日はラスト外伸びての確定番でした。2周半レース切っています。初手の隊列と変わりがありません。5番との並走はまだ続きます。4番の及川と2番の小島、この両者の並走は続いていきまして、前では5番の大沼が誘導との車間分けで、4番の及川が内側行きました。1番遠藤の内側まで入ってきました。4番の及川です。北勢が関東南関東勢に吸い込むような形になりました。まだ誘導残っています。その誘導を5番の大沼使っています。内側に入った4番及川に3番鎌田、その外側には1番遠藤、7番の藤田。4コーナー入ったところで5番の大沼が誘導を切りましての先行です。残りは1周です。最終ホーム手前からは2番の小島も縦へと踏んできました。その5番大沼の後ろは1番の遠藤が守って、4番の及川3番手を取りました。その後ろは7番の藤田、さらには3番の鎌田、2番小島のまくりは1車上がったところで最後の直線へと入っていきます。逃げる5番の大沼です。その番手から1番遠藤が追い込んできますが、振り切りました5番大沼です。特一般戦の2つ目第5レースです。前受けからそのまま先行しました5番の大沼貴之、その後ろもつれましたけれどもしっかりと振り切っています。ではリプレイ見ていきましょう。大沼選手ですね。大中選手じゃないの、大沼選手だよね。1番遠藤の内側に4番の及川が入ってきまして並走になったんですが、番手は1番の遠藤が守ります。その後ろ4番の及川さばきましての3番手に入って直線です。ドンピシャじゃないですか。1番の遠藤追い込んだんですけども、5番の大沼貴之が押し切っています。おめでとうございます。静岡ワンツーで3番手で4番及川入りまして、ゴール前スローをご覧いただいております。体勢は5番1番4番でゴール線上へ通過しています。特一般戦の2つ目第5レース決定放送まで今しばらくお待ちください。5番の大沼貴之です。前受けからそのまま先行の形になりました5番の大沼。この5番の大沼が押し切りました。あ、かわしが売れてるから、この南関東大引き集めていました。押し切りの4は作る第5です。決定放送まで決定放送です。え、4いないけど、おーほーほー、すげー、おめでとうございます。前橋ゲールめっちゃいいじゃん。第5レース1円は勝ってたけど、うん、1着、まあ、粘った分ね。うん、2着1番3着4番削られましたからね、1はね。うん、前橋競輪第5レースの払い戻し金をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番5番290円、シャバン連勝単式5番1番800円、3連勝複式1番4番5番1740円、3連勝単式5番1番4番7200円、ワイド1番5番200円、4番5番1530円、
1番、まあ、ライン1、2で足色良かった及川選手、以上でございました。でも72番いいな。お待たせいたしました。6レース A 級特選先頭固定1700m 競争。小島選手元気ないですね。うん、選手に変更ありません。どんどんね、先頭員は須藤直道選手です。第6レース選手紹介ご覧いただきました。電話投票締め切り時刻10時17分、発送予定時刻10時20分です。第5レースの決定です。1着5番大沼貴之、2着は1番遠藤克幸、3着は4番及川優勝。払い戻し金です。2車単5番1番800円、3連単5番1番4番7200円。はい、では今前橋の子を見ていただきました。当たった方ね、本当おめでとうございますね。え、大沼選手か、なんかまだ 何もさせてもらえないイメージが強いからね、どんどんやっぱアップデートしていかないとですね。うん、ねえ、うん、はい、では次がえっと前橋の6が阿比古選手ですね。ねえ、もったいないね、ここで決勝で見たかったんですけどね。うーん、もう何やっても負けないと思うんだけど、どうでしょうか。うーん、事故がない限りは前毛から突っ張っても井上選手だったら叩けないだろうし、まあ一旦出させて引いてのかましであればもつれそうだし、14から入るよりはちょっと突き果てじゃないけど164箱さんと、あとは井上選手がしっかり戦って切った場合の酒井選手と竹内選手のハマり目1から23かな、そこがいいですかね。うん、植木選手がどうできるか、1から235だとちょっと23はラインですけどね。25、あ、でもそんな言うほどつかないんだ。あ、でも47倍あるんだ。うん、1から235と箱さんの164。うん、あ、箱さんいいっすね。うん、ちょっとそれで狙ってみます。うん、さんが9さんに追加で233人の145。お、ハサミですね。うん、ありがとうございます。どうなるか。うん、1が10番ちょっとね叩き合っちゃう予想なんで、そこがね、うん、どうなるか。あ、じゃあ、ああ切ったら飛びつきですかね。そうすると7の残り目あるかな。井上選手飛びついたとしても飛びつかせる、飛びついちゃう、飛びつかせる、引いてのドカンだと思うんだけどな。どうすかね、どうだろう。いや、でも絶対もう勝ちたいと思うんで、何が何でもかわされるような仕掛けはしないと思うんですよね。そうするとやっぱり一着を狙いに来るんであれば長い距離踏まない。そうすると井上選手出して、そうだね、そうするとまくりだな。うん、それでいきます。でメンバーです。1番神奈川のシサメ、2番群馬中川拓也、3番同じく群馬の中島正隆、4番福島鈴木達也、5番滋賀の瀬里弘樹、6番神奈川朝日圭介、7番兵庫大中拓馬。5レース特一般戦以上のメンバーによって争われます。
島さん、突っ張りだとストレート146ですかね、ド本線のね。点数持っている内枠の3社の絡みが上位人気です。 3.3 倍でも箱3で43倍って魅力だよね。 そっちなの俺は。あとは大中拓磨にもラインができていきます。主導権はどのラインが握ってくるか。予選でも連携したのは群馬勢、その時は先手は取りましたが決まりませんでした。ちょっとここ見学の予定だったんですけど、ちょっと買ってみたんで。3番の中島正孝連携姿勢、第5レースのスタートです。その3番の中島正孝、内から1番の久米、両者が飛び出して、取らなくていいんだけど、スタート3番の中島が出た。取んなくていいんだけど、3番中島がどうやら前を取って、1番の久米は中断です。マジか。4番の鈴木達也、後方近畿勢といった展開になりそうです。中断キープで皿足か。そうすると群馬コンビが前段です。3番中島正孝正攻法、マーク2番の中川拓也、シリーズ2度目の連携、群馬勢前段です。神奈川コンビは中段です。1番の久米3番手、高さんありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします。神奈川の2人は中段3、4番手、4コーナーから直線。コロさんの久しぶりのボックス見ましたね、ダンボールね、2、3、4、5ボックス、ありがとうございます。6、7番手は近畿2社です。7番の大中拓磨、5番の瀬里弘樹、昨日と同じ連携で後方近畿勢で6、7番手、2社のラインが3つ、短期1、2コーナー回ってバックへと入っていきます。まあ、7かね、人気になっています。群馬コンビ前段です。3番中島正孝正攻法からの競争です。マーク2番中川拓也が取っています。刺したところが上位の人気、連日なかなか展開が向きません、2番中川拓也ですが、最終日はどうでしょうか。3番手、4番手には神奈川勢です。1番の久米、そしてマーク6番の朝日圭介、後方から近畿勢上昇です。残りは2周、赤番のフォーム、しながら7番の大中拓磨上がっていきまして、前は3番中島正孝ですが、中島を抑えて7番の大中拓磨が先頭に変わっています。1番の久米がどうでしょうか。中段の外目、中段内には3番中島正孝と中段3、4番手が並走と変わっています。赤番を抑えたのは7番の大中拓磨。1周半を切って3コーナーカーブ、7番の大中先頭の位置、中段外で抑えると格好は1番の久米、内には3番の中島正孝、4コーナー回っていきまして、1番久米が仕掛けていきまして、最終周回ホームから先行は1番の久米です。マークは6番の朝日圭介、そして3番手には短期4番の鈴木達也が乗ってくる。あとは後方からは3番中島まくっていきますが、3番中島のまくりが現在は4番手アウトコース、マーク2番中川さんで3コーナーカーブを迎えます。これを見ている6番の朝日圭介ブロックしていく、先頭1番の久米でマーク6番の朝日圭介、3番手4番の鈴木達也直線コースに向いてくる、番手から6番の朝日圭介、6番の朝日がどうやら追い込んでのゴールです。2着争いは大接戦、横並びになっています。第5レースの特一般戦、道中中段で群馬勢を蓋をする形から1番の久米、ホームから主導権を握っていきました。マーク絶好の展開で6番の朝日圭介、あーしゃあないですね、あのちょっとね、まあでもよくまあ朝日圭介が追い込んできています。2、3着にね、2着争いはどうでしょうか。横並びのゴール体制ですが、外目からは2番の中川拓也が体制有利か。2番中川拓也が1番外、真ん中には3番の中島正孝、確かに1から6はね、いいけど6から1がぶっ飛びはやばいですね。勝ったのは6番の朝日圭介、そして2着の際はどうでしょうか。内枠の3社決定が出ますので、しばらくの間お待ちください。ただいまから第6レースの選手並びに先頭員を紹介いたします。6方は無理ですね、自分は。いずれも出走表の通り出走いたします。代わって第6レース特選選手紹介です。茨城コンビ、3番の大阪城、1番の山崎さんです。3番1番です。7がしっかりかけて5の抜け出し、で4番野口正則、2番の奥谷博美、6番の塚本隆夫、4番2番6番難関は7番川上陽一、5番の佐藤裕樹、7番5番です。第6レース特選、発走は10時30分の予定です。面白そうで買ってみたんですけど全然ダメでしたね。25分、発走が30分ですね。ここが何だっけ、あー、ここも漁夫乗りですね。決定、1着6番、2着2番、3着3番、なお3着は写真を参考に判定しました。
お客様に松坂競輪場第5レースの払い戻し金をお知らせいたします。車番2連勝複式264160円、車番2連勝単式627810円、3連勝複式236250円、3連勝単式623304260円、ワイド26410円、36150円、23150円、以上でございました。第5です。はい、では松坂の5を見ていただきました。当たった方ね、おめでとうございます。まあ23マルチだと23マルチだと30通りできるのか、それでまあ3万取れればって感じかね。まあ無理っすね、自分はロカタバは。当たった方おめでとうございます。はい、では次いきますね。次が1331で大阪選手で売れるっすね。まあでもまあ今日どうするんですかね。昨日仕掛けのタイミングが遅くて叩けず、今日2社でも昨日の反省だったら眉毛から突っ張っちゃって末を欠く川上選手がどうするか。川上選手がしっかりいってゴリゴリ組んであればより42が強いし、まあそんなにがっつり戦わないんであれば、まあ一旦引いてそのまま31がかけて4がどう自力を出せるか。昨日が5着だよね。昨日が先頭、ラインの先頭だもんね。何もできずだよね。今日は展開を向いてくれるかな、とちょっと見てるので4の頭からいってみます。はい、では42の1567、おお、あーでもいいっすね。30から183と、あとは41の23なの。ちょっとね、山崎選手が読めないんだけどね。まあ、やっぱそっちはちょっと休めか。いや、ちょっとこれで買ってみます。大阪選手強いんでね、まあ、1331になっちゃったらごめんなさいの番組ですね。まあ、でもそんな良くなさそうなんだよね、番手回るね、山崎選手がね。今シリーズも1センターの上デジタル横断幕もいよ群馬支部登場しています。この6レース地元勢2人です。4番若林、6番斉藤両選手が登場していきます。ランクが1個上がります。 A 級特選競争1つ目へと入っていきます。第6レースです。この第6レースは前橋1周 335m のバンク5周します。 1700m で行われます。2分戦になりまして1番のアビコ対しましては7番井上、関東の3社、そして中部近畿の3社、どっちですかね。まあ、突っ張っても勝てるメンバーでしょうけど、短期でした。多分憂さ晴らしだとすると引いてまくり。1番は埼玉阿鼻子明治、2番滋賀竹内和信、まあ、でも井上選手がハマっちゃうかな。3番岡山酒井文人、4番地元群馬若林浩二、5番神奈川植木勝弘、6番地元群馬斉藤正宏、7番が1位地元でしたっけ。以上7選手の対戦、特選競争の1つ目第6レースです。関東が3社になりました。6番の斉藤正宏ラインの3番手です。昨日の2日目短期のレースでしたけれども、ラスト3、4コーナー内側切り込んでいきまして2着まで入っています。
番手を回っていきますのは4番の若林浩二。今シリーズは予備から正選手への繰り上がりでした。関東3社の先頭は1番の阿鼻子宗義です。初日特選白星を挙げた1番阿鼻子、昨日の準決勝は抑え先行でした。そうです、昨日もうちょいでしたもんね、3着ね。6レース始まりました。1番の阿鼻子が前を取りに来ました。これで関東勢前段です。中金ラインが後ろということになります。1番の阿鼻子が自ら誘導を追っていきます。この1番阿鼻子の後ろに選手紹介では地元の両者、早速4番若林、6番斉藤と上がってきました。終わらないや客席の選手が2人目にいたんですけども下げていきます。3番の酒井が続いて、この2人の前に7番の井上が上がってきました。どうなんですかね、選手紹介短期だった5番の植木ですけれども、今のところは最高方から様子を見ています。植木選手自分ちょっと勝ってる、最初の並びですけれども、3対1の形でレースは2周回目に入ります。前を取りましたのが地元地区ラインです。関東ラインの3人です。これもそうですね、番組屋さんも突っ張ってラインワンツースリーで決めてくださいですね。マークには地元4番若林浩二、さらにこちらも地元6番の斉藤正宏まで。ちょっと元気だからな、ちょっと面白いですね。後ろ攻め7番の井上周です。初日先行連で絡んでいます。ちょっと早めにもう抑えに行ってくれると決勝は突っ張られる形になりました。初日ワンツー決めました2番の竹内和信がマーク、そしてラインの3番で初日レーンに絡んでいます3番の酒井文史と、このライン早めに上がってきました。残り3周を切る手前で上がってきます。この中近ライン、短期5番の植木和弘、この中近ラインの動きに続いています。昨日は大沼孝之の先行乗って1周を上げた5番の植木、2周半切ろうというところです。1番阿鼻子を抑え続ける7番井上ですけれども、さあ阿鼻子が突っ張りました。横までやってきました7番井上なんですけれども、下げて短期5番の植木が4番手とスイッチしています。3対1対3の形に変わりまして、残り2周を切っています。赤番標識の横を通過しました。人気のライン1番の阿鼻子が突っ張りました。きっちゃいきっちゃい、早めに動いて抑えに行った7番井上ですけれども、現在5番手の位置です。阿鼻子の後ろは関東や地元の2人、4番若林、6番の斉藤と関東ライン、5番の植木が4番手、そして遠征勢5番手以降で直線戻ってきました。このままどうやら1番阿鼻子が先行していきそうです。残りは1周です。真面目か、やっぱすげえな。人気関東ラインが先制しています。1番阿鼻子に4番の若林、そして6番の斉藤です。短期5番の植木4番手のまま縦一列の状況で 3,4 コーナーへと入っていきまして、最後の直線車を外に出したのは5番の植木ですが、前では1番の阿鼻子、4番若林が詰め寄りますがどうでしょうか。阿鼻子粘ったかどうか。特選競争の一つ目であるレースです。1番の阿鼻子がわずかに振り切ったでしょうか。ではリプレイ見ましょう。7番井上が抑えてかけていこうというところ、1番の阿鼻子が2周半前で突っ張りました。その阿鼻子がそのまま逃げる形になります。昨日に続いての先行、番手4番若林、さらには6番の斉藤も続いて直線です。4番若林が最後は車間詰めたんですけれども、どうやら1番の阿鼻子が先着、4番若林が2番手、だね、さらに6番の斉藤3番手です。酒井選手舐められちゃってますね。地元両者を連れまして関東ワンツースリー決まっています。1番阿鼻子が先着です。10の2着体制、1番4番6番でゴール線上へ通過しています。特選競争の一つ目第6レース決定放送まで今しばらくお待ちください。部長さんね、人気ラインでのワンツースリーが決まりました。今日やってほしかったんだけどね。阿鼻子が期待に応える先行を仕切り芝放送です。前橋競輪第6レース決定、1着1番、2着4番、3着6番。竹内選手あれじゃない、だって部長さんあれで豊橋だよね、前節の確か買わせる展開で買わせなかったですね。第6レースの払い戻し金をお知らせいたします。そうだよ、豊橋だよ、買わせる番組で買わせたらすげえついたやつなんだけど、130円、シャバン連勝単式1番4番150円、3連勝複式1番4番6番220円、3連勝単式1番、4番、6番、280円。あ、まあ、突っ張り切って決めつけちゃえばこれしかないですからね。1番、4番、120円、ちょっと月末期待したんだけど、1番、6番、240円、4番、6番、いや部長さんに言われて思い出したけど、ちょっとまたイライラしてきました。竹内選手ね、お待たせいたしました。7レース A 級特選、先頭固定
負け戦って最高点なんていうの、80、あれ平均がいくつでしたっけ。ちょっとそこまで覚えてないんだけど、先頭員は土屋博選手です。特選で1着だと90とかだったかな、あれ違ったかな、ちょっと調べてみますね、うん、怒りの突っ張り先行でしたね、うん、負けるはずがないからね。第7レース選手紹介ご覧いただきました、うん、電話投票締め切り時刻10時37分、はい、ちゃまさん、発送予定時刻10時40分です。カーブさんね、ちょっと昨日ブチ切れそうでしたけどね、突き張ってしててね、今日どうなるか。第6レースの決定です。1着1番今日ちょっと粘ってほしいんですけどね。2着は4番若林浩二、3着は6番斉藤正宏。払い戻し金です。2車単1番4番150円、3連単1番4番6番280円、その他の払い戻し金はご覧、はい、タバコ吸い始めた頃の丸ボロぐらいの値段ですね、280円で、はい、当たった方おめでとうございます。はい、では次が前橋の7、最後の特選ですね。ここは藤根選手が昨日ね、もう絞っていったんだけど全然でしたね。なんかよくわかんない組み立てでしたけど昨日はね。今日はまあ格は違うから、まあ先行者ですしね。まあ初手がこれどっちになるかですよね。亀さんがスタート早いんで、46が前受けすると、横の動きしかないと思うんだけどね。縦だと何もないよね。なんかしてくれるかな。粘ると14、何もなければやっぱ123ですよね。原沢選手はかわせないか、ワンチャンでもこれかわし、うん、多分ね組み手、あ、やっぱそうだよね、うん、まくりしっかりかけてっていう展開多分ないと思うから、そうするとやっぱかわしが面白いですかね。21がね、安いね、ごめんなさい、213、あとは亀さんがスタート取って粘った場合だけ14、ここかな。原沢選手もね、亀さんも2人ともガタイがいいからね、ちょっとゴツゴツやりそうだけど、縦勝負になると昨日の亀さんだと多分やられますね、速攻で、速攻でやられると思う、まあでもここ流すんであればワンチャンかな、で14があんまり売れてないんでちょっとね狙ってみます。まあ123だったらごめんなさいですね、ここは、なんでもうちょっと昨日がっかりでしたけど、ちょっと亀さんのイン粘りスタート取る大前提ですね。スタート取れなければ何もないんで、愛知さん121 1.5 倍なら、おー、どうなんですかね、どれぐらいつくんだろう。おお、あ、でも1点、あ、いいんじゃないですか、1.5 ありますね。万張り案件かな、はい、じゃあちょっと松坂見ていきますね。ここは野口選手の中段からの皿足のまくり、そこだけですね。1番茨城の山崎悟、2番兵庫奥谷博美、3番茨城小坂城、4番奈良野口正則、5番神奈川佐藤裕樹、6番岐阜塚本隆夫、7番千葉川上陽一。第6レース特選以上のメンバーによって争われます。
3番茨城の大阪城本格選考1社のメンバー構成になっています。その大阪の番手を回れます1番の山崎悟、初の大阪マークの競争発走します。特選からスタートして7着6着で最終日を迎えています。1番の山崎悟、6レース特選のスタートです。その茨城勢が前段から、中段の位置はどうやら近畿中部勢で2番の奥谷博美、難関後方と固まりまして、初回の第1コーナーカーブです。3つのラインの位置取りは決まりました。茨城勢がまずは前段です。3番の大阪城の前向け、4止められたら、1番の山崎悟、この2人が先頭2番手です。めっちゃいいですね。近畿中部3人これからラインを組んでいきます。浮かされてってことか。4番野口正則、初手は3番手、ね、マーク2番の奥谷博美が迎え入れまして、6番の塚本隆は近畿勢をマークしています。近畿中部3人で中段です。難関は後方で、ね、7番の川田の大内、ちょっと3着佐藤佑樹、3着ずれを狙いたかったので、枠なりに並んで2対3対2、レースは2周回目の1コーナーカーブへと向かいます。茨城勢がまずは前段の布陣です。3番の大阪城が正攻法からの競争です。もちろん2日間とも主導権は握ってきています。3番の大阪城、準決勝は6着に終わりました。3番の大阪の前受け、マーク1番の山崎悟が取っています。突っ張るよね、昨日の今日だから。最終日こそは好展開となるかどうか。1番の山崎、茨城の2人が前段です。後方からは難関の2人が上がってきています。昨日鮮やかにまくった7番の川上陽一が後方から番手を上げて、マーク5番の佐藤佑樹、残りは2周回です。先行1社、3番の大阪城が前から突っ張っていきます。中段並走とかになるかな。1番の山崎悟、この2人が先頭2番手、振り合いになって7番の川上陽一、川上も譲りません。川上と3番の大阪城、大阪城があくまで突っ張り切りそうでしょうか。7番の川上陽一、両者が並んでいます。展開はもうバッチリだと思うけどね。この並走の真後ろは4番の野口正則、足を溜めて4番の野口、中段の位置、番手を下げていきまして、7番の川上陽一、最終周回で向かっていきます。前から突っ張り切って3番の大阪城、そしてマーク1番の山崎悟、3番手キープは4番の野口正則、さら足で回って4番野口は3番手、マーク2番の奥谷博美、ラインの3番手は6番の塚本隆夫、難関勢は再度後方で、最後方からは5番の佐藤佑樹、縦に踏んでいきますが、いける先頭3番の大阪城、後ろを確認したら縦線、1番の山崎悟、3番手からは4番野口が縦に踏んで直線コース、3番手から4番の野口正則が突き抜けてのゴールです。ー2着に2番の奥谷博美、近畿ワンツーです。3残っちゃったかな。第6レースの独占、突っ張った3番の大阪城でしたが、7番の川上陽一の抵抗がありました。4-2までいってるけど、3着がどうなの。大阪城、逆にサラ足で回ってきたのは4番野口正則、マーク2番の奥谷博美、最後はこの2人が直線中段から突き抜けました。近畿勢4番野口正則、マーク2番の奥谷博美、両者でワンツー決まって4番2番です。その後の3着争いに大阪のマーク1番の山崎悟が浮上しています。4番、2番、1番と入っています。6レース決定までしばらくお待ちください。4-1-2でもよかったけどね。まあ、いや、当たった方、おめでとうございます。ただいまから第7レースの選手並びに先頭員を紹介いたします。いずれも出走表の通り出走いたします。代わって第7レース特選選手紹介です。つくんじゃんね。よかったよかった。東が4社、1枚しか入ってないけど、3社といったメンバー構成です。当たった方ね、愛知マンさんもおめでとうございます。大沢さんも当たりかな、おめでとうございます。3番の田口雄一、4番手には7番新潟本田拓也の東大臣でも削ってくれましたね、7号がね。3番7番です。中金3社は4-6-5の並びです。もうちょいずれてほしいんだけどな。決定4-1-2とかだとよかったけど、1着、4番、2着、2番、3着、1番。ごめんなさい、なんか行ってこいの繰り返しですね。いやでも、まあ、ちょっと払い戻し癖つけないと。24550円、茶番2連勝短式、42380円、3連勝複式、124600円、3連勝短式、421950円、ワイド24230円、14230円、12180円、以上でございました。第6レースの結果です。1着4番、2
野口正則、2着2番奥谷博美、3着1番山崎悟、払い戻し金2社単4番2番1380円、3連単4番2番1番2950円でした。なんか終わってみたらなんか車単が美味しいですね。 13.8 番あったんだ。なんかそれ見ちゃうとあれだけど、うん、当たった方おめでとうございます。はい、当たったんでよかったです。はい、じゃあ次行きますね。1331やっぱ売れ、やっぱ強いのはね分かってるんですけどね、ちょっと売れすぎな感じでしたね。まあ、昨日の今日だから多分突っ張ると思ったんで、まあ、2社だとさすがにちょっときついですよね。山崎選手もあんま良くないから、まあ、でもよかった423なんなくて。はい、じゃあ次いきますね。じゃあ次がおー123ね。あいちゃんさ、多分3引いてかましタイプだと多分叩けないんですよね。多分なんだろう、地足タイプですかね。なんで多分ダメなんですよね。引いちゃうと多分何もできない。あの溝口選手とかと同じタイプだと思います。あとなんだっけ、枠本選手かと自分はちょっと見てるんですけど、7レース剣かな、どうしようかな。岡本選手ね、初日突きバテしてて、昨日も悪くはなかったけど、2の押し切りから買ってみるか、あえてのね。井田選手が全く良くないから、一般戦でもおかしくないかなっていう仕上がりですよね。まあ、川口選手もようやく目標できたらどうなるか、三浦選手がペースでかけて押し切り、田口選手の箱さん、213231。まあでもこれかわすんなら千葉連携だから、しっかりこう連れ込めるようなかわしになる感じですよね。そうすると外振った時に田口選手が突っ込んでくるみたいな、ないかな。かわせず231213みたいなね。そっち面白そうだけどな。ちょっとそっちで行ってみようかな。10倍と30倍ぐらいあるんかな。213と231。あ、おお、めっちゃいいじゃん。じゃあちょっとこの2点で行きます。123、132のレースですけど、ここは、あえての押し切りで行きます。岡本選手が田口選手連れ込もうとしたときに、外振って、思った以上に車が出なくて、田口選手が突っ込んでくる。213、231。3人は狙いすぎか。3人ありっちゃありなんだけどな。3人どんどん穴どんどん買いたくなっちゃうんだけど、2332。いやーでもそこまでのレースじゃないな。普通はやっぱり猪木ですよね。2331。振り返る7。いや、ちょっとこの押し切りと箱さんですね、まあ、かわしのレースなんですけど、ここは押し切りでちょっと狙ってみます。はい、では7レース見ていきますね。ここ亀さんがスタート取って1-4取れなければ長い距離踏めないとして、まあ、2-1のかわしですね。3番栃木小坂俊幸、4番神奈川亀谷隆一、5番栃木宇賀神博之、6番神奈川石井武、7番埼玉井上雄三、あ、川口桐さん、以上7選手の対戦、2つ目の感染競争、第7レースです。4社ライン3番手になります。1.2あるんだ。今シーズンは初日以前に絡んでいます。下2人
人の後ろを選択しました。亀さんがスタート取って因縁がりをするかどうか、4社ラインの番手です。取れるかどうかだけど、ね、44歳ラストのレースになります。明日が誕生日です。決勝時点に泣きました1番の藤根俊樹です。いわゆる 2K1 のメンバー構成になりました。ここは期待に応えたいところです。7レースの発走です。7レース始まりました。4番の神谷飛び出してきました。神奈川勢の前受けになりました。6番の石井が早速続きます。1番藤根ですけれども、今のところは4人目5人目あたり、前には3番小坂に2番の荒沢がいますので、このままいきますと4番手から7番の井上が選手紹介短期でした。最後方から様子を見る形になっていきそうです。今5人目にいます1番の藤根がゆっくりと3番程度上がっていきます。2対4対1の形になりまして、ここ3年までお願いしたいですね。ますレースは2周回目に入ります。前を取りましたのは神奈川両者です。ここまで確定版あと一歩のレース続いています。4番の亀谷隆一、今日は目標がありません。前で分かります。そうですね、愛知番さんの展開はめっちゃ勉強になりますね。昨日の2日目は含まれおかげでだいぶ強くなってきたような気がするんだけど、まだまだですけどね。3番手からが1番の藤根俊樹、ここまで3着2本、3日間連携しています。2番の荒沢隆がマーク、北両者の後ろに3番の小坂俊幸、5番の宇賀神博之と、ごめんなさい、ここね1日と崩れてほしいんだよね。亀さんにちょっと最終日ぐらいはちょっと見せ場をお願いしたいんだけど。7番の井上雄三です。残り3周レース切ったところです。北両者のワンツーに期待かかっています。もうやるしかないんだから、もう1番藤根、2番の荒沢、その1番の藤根が2周半切る手前バックストレッチで動いてきました。とりあえずやってほしいですね、一旦車を外に出して前に進んだんですけれども、これを見て4番の神谷が誘導を外します。4番の神谷に6番にし、目標がない神奈川勢が前段、そして3番手から前との車間を切っています。1番の藤根の残りは2周です。北両者プラス栃木の4社ラインラストは7番短期の井上、逃がされるんかな。人気のラインはその4社ラインなんですけれども、ジャン前からかまします。1番の藤根、ダメだ、ね、藤根がかましていきまして、うん、2番の荒沢、さらには3番の小坂、4番の神谷、飛びつきに狙ったんですけれども、ここは叩かれて4番手の内側、残りは1周です。1番藤根がジャンでかましての先行になりました。2番の荒沢がマーク、そして3番小坂、さらには5番の宇賀神、4人で切っていきまして、7番の井上、その外側から6番の石井が縦へと踏んでいきますが、4コーナーから最後の直線と入ります。これ変わせるだろう、やってみれば。1番の藤根が先頭です。2番荒沢が追い込んでいきまして、最後は変わったか。1日早い誕生日祝いになったでしょうか。独占競争の2つ目第7レースです。1番藤根がジャンでかましていきました。4車ラインに全員できる格好になりまして直線入りました。ではリプレイ見ましょう、4番神谷が一番ありがとうございます。なんか長い距離踏めない気がしたんで良かったです。叩いていきました。1番藤根、一気のダッシュだったんですが、その後ろ3人ともついていきました。2番荒沢、3番小坂、さらに絡まれた5番の宇賀神も、ここは4番ライン4番手キープしていきまして直線入ります。最終バックで6番の石が縦と踏んだんですけども、これは届かず、どうやら番手から2番の荒沢の追い込みが決まったようです。1番の宇治根が2番手、そして3番の小坂が3番手、ね、まあ、大体ないからあれだけど、やっぱ縦勝負っていうか、やっぱきつかったですね。3番で5戦上位通過して2番でまだったら取れたんだろうけど、特選競争の2つ目第7です。決定放送まで今しばらくお待ちください。かわしちょっとつくんだよね。北のワンツー3日間連携で最終日ようやくワンツー決まりました。審判放送です。あー嘘、前橋経理6倍くらいあったんだけど、第7です。まあいいや、決定1着マジか、2番2着1番、3着、3番、助かりました、貸してくれて、うん、前橋競輪第7レースの払い戻し金をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番、うん、さんありがとうございます、貸してくれてよかったです、はい、シャバン連勝単式、うん、2番、1番、350円3連勝複式1番、2番、3番、130円3連勝単式2番、1番、3番、470円、ちょっと自分もちょっとね安いの買いながらちょっと払い戻しの癖を1番、2番、ちょっと頑張ってつけてますんで、2番、3番、もう少しね有意義な予想共有できるようにちょっとね頑張ります。110円以上でございました。有意義、
ためになる予想。お待たせいたしました、うん、8レース A 級チャレンジ決勝先頭固定ていうかここちょっと小暮選手にマジがっかりなんだよね。マジかと思って自力でやらないんだと思ってね。先頭員は長岡豪選手です。がっかりですね。自力でやってほしかったけど。ここは63点の高橋選手にかけるですね。第8レース選手紹介ご覧いただきました。電話投票締め切り時刻10時57分、発送予定時刻11時ちょうどです。あいちゃまさん、競りです。しかも自力ですよ。うん、自力本格派なのに。1着2番、荒沢隆史、うん。2着は1番、藤根俊樹。3着は3番、小坂俊幸。払い戻し金です。2車単、2番、1番、350円。3連単、2番、1番、3番、470円。はい、今前橋の7を見ていただきました。当たった方ね、おめでとうございます。やっぱり藤根選手昨日初日見てね全然悪くなかったんですけど、昨日がねだいぶ良くなかったんで、まあ長い距離踏むんであればかわしかなというところでハマってくれましたね、うん。まあ、4.7 倍ねだいぶ下がっちゃってましたけど当たって良かったです。はい、当たった方ねおめでとうございます。はい、では次8レースのチャレンジの決勝ですね。ちょっとここびっくりで、松本選手が、まあ、実質多分短期の扱いだったんですよね。うん、なんだけど小暮選手が指名して番手につくみたいな、感じだったので、いやでもこれ小暮選手自力だったら絶対面白かったと思うんだけどね。これ藤縄選手でやられて終わりだと思うんだけど、どうでしょうか。藤縄選手強いっすよ、こういうの横慣れてないでしょと思うんですけど、ガシガシ飛びついたら笑っちゃうけど、まあ地足タイプっていうよりはダッシュタイプだから、一瞬の踏み出しだったら大丈夫なんでしょうけど、言うてこれ松本選手ね後ろ知らない人だから7号出すと思うんですよね。でまくりに構えてどうするか、7号がかけて1が追いかける展開、後ろごちゃ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 175157、やっぱそのあたりですよね。昨日もこんな感じでしたもんね。で3が取り切るんであれば3の2、3着13137173とかね、135153とか、そのあたりかな。さてどうするか、もったいないね。自力でやって松本選手だけ短期でどうなるのかなっていう、ところで組んでましたけど、自分はちょっとここ1から57かな、357か2はちょっとね買いたくないね。ちょっとやだね、取り切る可能性十分あるんだけど内競りだから。でもこれ分かんないのか、藤縄選手がスタート取っちゃえば内になる可能性もあるんだよね。そうすると1から375がいいな、そうしよう。愛島さんどうなんですかね、なんか最近立ち区がこう競りに行くときってなんか初手次第でこう内に入ったりするときありません？なんかそういうのがちょこちょこ最近見てて、あれ逆じゃんみたいな結構あるんですよね。なんでちょっと自分は内の可能性、まあ外でも取り切るっていう予想なんですけど、ちょっとそれで行ってみようかなと考えてます。ちょっとわかんないですけどね。まあ、普通指名した方がうちゼリーなんでしょうけど、なんか結構逆を最近ちょこちょこ見るんで、6番地元川口聖翔どうかなと考えてます。7番新潟、はい、本田拓也。7レース以上のメンバーによって争われます。
東が4社、中金が3社の2分線、内枠あるのが東のラインです。三浦翔太、マーク1番の岡本秀幸、特選から5着3着、連日長田龍拳マークの競争でした1番の岡本秀幸、準決勝3着でしたが上がることはできませんでした。最終日、三浦翔太マークの競争、シリーズ初白星になるかどうか、別線中金勢うまく運ぶことができるかどうか。7レースのスタートです。東4社が前からの競争になっていきます。3番の田口、1番の岡本秀幸、まずはこの千葉勢が飛び出しました。中金が後ろ攻め、2分線でまずは4対3と分かれます。1周回目の第2コーナーカーブへと向かうところ、これから後方から2番の三浦翔太が番手を上げていきます。千葉勢が先頭2番手、この前に入っていきます2番宮城の三浦翔太、1番の岡本秀幸、3番田口雄一、さらには7番新潟の本田拓也まで、東4社全段です。対する中金勢後ろ攻めです。初手5番手、4番の井田明之、マーク6番の川口清翔、地元3番手には5番強度の新潟の、ね、中金の3人で後ろ攻めです。展開的には7号だよね。4対3と分かれまして、2周回目、まもなく第2コーナーカーブへと入ります。2番の三浦翔太が正攻法からの競争、最終日は4社の前になっています。2番の三浦、準決勝一旦頭には立ちましたが3着で今回も決勝ならずでした。2番の三浦翔太、マーク1番の岡本秀幸、そして3番手に3番田口雄一、7番の本田拓也まで、東4人で前段です。後ろ攻め、5番手に4番の井田明之、4コーナーから4番の井田動いていきます。マーク6番の川口清翔に5番の藤井貴則、残りは2周回です。後ろ攻めから4番の井田明之上がっていきましたが、前は2番の三浦翔太、三浦翔太が赤番の方も突っ張っていきました。あんまり削んないでほしいんだけど、1番の岡本秀幸、3番手には3番田口雄一、そしてこの後ろ5番の藤井貴則がどうでしょうか、切り替えるのかどうか、いや7番の本田拓也が再度4番手です。ジャンの4コーナー回っていきます。4番の井田明之は後方の5番手、6番の川口清翔がちょっと遅れています。最終周回です。先頭突っ張って2番の三浦翔太です。箱回りは1番の岡本秀幸、3番手には3番の田口雄一、7番の本田拓也まで、東の4社が先頭2番手、3番手、4番手、縦1列で5番手には4番の井田明之、3コーナーカーブに入って番手まだまだ余裕がありそうか、1番の岡本秀幸、5番手から4番の井田明之、直線コースへ向いてくる、先頭2番の三浦翔太、番手から1番の岡本秀幸、岡本差し込んで300勝です。1番の岡本、そして2番の三浦翔太から3番の田口雄一。第7レースの特選競争が終了しています。内枠の東のラインがここは優位にレースを運んでいきました。赤番突っ張って2番の三浦翔太、最終日絶好の番手回りになりました1番の岡本秀幸、最終日ここはきっちり決めて区切りの通算300勝です。2着には2番の三浦翔太、そしてラインの3番手3番の田口雄一、4着の本田拓也まで、東で上位独占ワンツースリーフォーまで決まっています。これさすがにそうですね、松坂直線長いですし、もう車間切り始めた時点で1番2番3番も入っています、ね、第7レース決定までしばらくの間お待ちください。本当は3まで連れ込む仕掛けなんですけど、ね、ただいまから第8レースの選手並びに先頭員を紹介いたします。いずれも出走表の通り出走いたします。第8レースはチャレンジ決勝の選手紹介です。関東勢がまとまっていきそうです。外目回っているのは2番3番と3日間の中部勢です。2番児玉虎之助、3番の有賀隆で2番3番、これ前回の向こう町の再現ないですかね。関東は1、4、6、7の並びです。1番の石田天台、4番の与田、決定。1着1番、2着2番、3着3番。お客様に松阪競輪場第7レースの払い戻し金をお知らせいたします。車番2連勝複式12210円、車番2連勝単式12270円、3連勝複式123140円、3連勝単式。さあここの、あ、そうですね、ここはもう
3倍ならいいですね、うん、ワイド1200円、まあ132までありそうな120円、番組でしたけどね。140円以上でございました。もう伊田選手が全然戦わないからね、うん、何もなかったですね、うん、はい、当たった方おめでとうございます。まあ、削れば13のズブズブまでは十分ある展開ですよね、 ある番組ですよね、うん、はい、ちょっと押し切りで70枚回収と箱さんの箱さんで120枚回収ちょっと狙いすぎましたね、うん、まあいいや、当たった方おめでとうございます。はい、では次が、石田選手が4社連携で、小玉選手が2社連携ですね、うん、で、石田選手前節向こう待ち見てる方分かるかもしれないですけど、うん、来ない来ないっていうところでドカーンとやられて2着なんですよね。まあ、その反省を生かすんであればしっかりかけるとは思うんだけど、うん、今日はどうなりますかね。前節の感じだとそうですね、有賀選手の突き抜けですよね、樋口選手が突っ込んだみたいにね。ね、稲毛選手良かったですね、これね、何もないっていうところがドカーンといってね、石田選手も振り付かれてましたからね。まあそこをどうするか、まあ同じ鉄は踏まないような多分仕掛けですよね、うん、そうすると児玉選手でもそんなにダッシュって感じじゃないのかな、結構しっかりかけてるイメージはあるけど、あでもちもうちょい欲しいんだよね、うん、そういうかまし系はね、2割3割ぐらいは、うん、まあ、でもしっかりつけ切る仕掛けをしてるってことだと思うんで、そうすると人気は416かわしだよね、うん、ワンチャンこれスタート取れないですかね、渡辺選手スタート早いし取れるから、235で前受けとかないかね、そこだと面白いんだけどな、突っ張り含みで14の分断1だけかまして23の番幕みたいなね、1467であれば突っ張っちゃって与田選手のかわし車間切りながらきっちりかわす41だと思うんですよね。235でスタート取れないかな、そこだけちょっと今考えてて、まあ、取れるんであれば万幕の2から134買おうかなと思うんですけど、普通に行くと多分41416413415まであると思うんですよね、突っ張りであればね。はい、すみません。ああ、有賀選手ね、シルバーコレクターですからね。142-3、ちょっとつけません、それ。シャタンでも良さそうですね、十分で、うん。ちょっと自分は予想の2から134はちょっと買ってみます。141になっちゃったらもうあれなんだけど、2がスタート取るっていう予想で、ちょっと行ってみようかなと思います。これ後ろ攻めで2がドカーンとかますような展開になればやっぱり有賀選手か、うん、直線長いから面白そうだな。有します。 1700m で行われます。一番松本の後ろ選手紹介では並走でした。8レースでは対戦メンバーです。1番は静岡松本京太、2番新潟小暮優也、3番兵庫藤縄陽介、142-3か、4番新潟本間慎吾、折り返しないよね、うん、5番宮城白木正彦、6番愛知三岡義弘、7番青森高橋瑞希、シャタンめっちゃいいっすね。以上7選手の対戦チャレンジの決勝戦第8レースです。1番松本の後ろが並走です。その横の2人が並んでいました。2番の小暮優也、そして3番の藤縄陽介が
この1番松本の番手を主張しています。川口圭さん、渡辺選手結構上手いんで、上手いというかずるいというか、上手いかな。初勝利が初部になるでしょうか、うん、ツッコミは面白いかもしれないですね。 2,3 着は1着はきついと思うんだけど、 2,3 着は十分あると思います。8レースの発走です。チャレンジ決勝戦始まりました。1番松本前に出ました。そして2番小暮の方がインになるでしょうか。3番の藤名はまず1回下げてからどうやらもう一度上がってくる感じになりそうですが、2番小暮の後ろに4番本間向かっていきます。3番の藤名には6番の三岡が先勝回では続いていました。後方北の2人で7番高橋に5番の白木と後方6、7番手の1位。レースは1周回目の3、4コーナーへと入っていきます。1番松本京太が前を取りました。強さ見せてほしいけどね。突っ張り先行で連勝ゴール、完全部リーチをかけています。その2人がその後ろが並走です。2人並走です。インコース新潟の2人です。自在戦で連勝ゴールを挙げました2番の小暮優也。ふるさとバンクでもあります2番の小暮、その外側には3番の藤縄陽介です。4節連続の決勝進出になりました。その後ろも並走です。内側4番の本間慎吾、初日初年100勝達成しました。弥彦の開催指導員、本間の外には6番の三岡芳弘です。4月の西武以来の決勝になりました。後ろ7番の高橋瑞樹、きっかけをつかんだ感があります。7番高橋には今季2回目の決勝、5番の下上がってくると思うんですよ、点数がね。残り3勝戦に切っています。しっかり行けば多分引くから、これ後ろ知らない人だし、新潟の2人アウトゼリー、中金の2人、そして7番の高橋が車を外に出して1車上がったところ2周半切るって、ドカーンと言ってもらえれば、誘導を切りました。7番の高橋は6人目に戻っています。まだ1番松本の後ろの並走続きます。内側が2番の小暮、外側が3番の藤縄、新潟両者と中金両者の並走が続いています。そして赤番杉田1コーナーから7番高橋がかましていきました。7番高橋がジャンデ前に出ます。1番の松本は3番手になりました。北の2人ができて、そのままどうやら7番高橋が先行勝負になっていきます。残りは1周です。初めてかけてる見たかもしれない。1番松本の後ろ2番の小暮、さらには4番本間と新潟の2人、最終ホームから今度は巻き返してきました。1番の松本、7番高橋を捉えています。2番の小暮が続きまして、4まで行ったら人気になっちゃうな。さらには4番本間、この2人が並走になった。これが3番手、前の2人は大きく抜け出しまして最後の直線です。1番松本、その後ろから2番の小暮の追い込み並んだ。3番手では5番の白木です。一着争い際どくなりました。どちらが完全部位になったんでしょうか。1番松本と2番の小暮、ではリプレイ見ましょう。そこはもうしょうがないですね、つけ切ったらね。ジャン前で7番高橋がポーンとかましてきましたけれども、これを最終ホーム3番手から1番の松本が叩いていきます。その松本の後ろ並走続いていましたけれども、2番の小暮がスピードが上がったところでここは番手を取り切ります。1、2、5なら持ってますかね。その2番の小暮が追い込んで、さあゴール戦際どくなりました。離れた3番手ですけども、5番の白木が入っています。さあどうでしょう。一着争いなんですけど、これは際どくなりました。うちが1番松本、平山さんが分かんないんで自分も分かんないです。これはその1着争いかなり際どくなっています。3番手離れましたけども、2でしたけどね、返しに行ってるからね。バックストレッチ抜け出しまして3番手の入線です。チャレンジの決勝戦第8です。決定放送まで今しばらくお待ちください。どちらが勝っても完全 V、 そしてどちらが勝ってもデビュー初 V 以来2回目の優勝なんですけれども、松本選手勝ってほしいな。りました小暮選手ダメ、競りは自分認めません。お伝えします。8レース決定放送まで今しばらくお待ちください。 1,2,5 か E1,5 かといったところなんですけれども、決定放送お待ちください。到着とかあるんかな、結構際どいですよね。さてこの後9レースの選手紹介が始まります。前橋バンクです。相島さん、内閣廃止か。ああ、自分はあれですね。前に審判。一応です。一応です。一応からです。前橋競輪 A 級チャレンジ決勝決定。一着一番松本京太。二着一二五ですね。釈さん、ありがとうございます。小暮優也。釈さん当たりですね。一二五ね。三着おめでとうございます。ここはちょっとずれるからね。なお一二の組み合わせね。写真を参考に判定しました。うん。
愛知馬さん、あ、でも なんか高橋選手ね、7番ね、戦っただけ良かったかなと。まだまだこれからの選手ですからね。1番、2番、おお、すげえ、24倍もつくの、マジか。てか俺裏目じゃん。180円、3連勝不思議。まあしゃあないですね。追いかけてくる2の3着だったんで。3連勝短式。1番、2番、5番、2480円、ワイド。1番、2番、140円、1番、5番、300円、2番、5番、760円。以上でございました。若手の番手勝負は鈴木選手しか今のところ認めてないんで、小暮選手はダメです、自分の中では。でもやっぱり縦勝負になるとね、出走表の通り、地足が、地足というかね、力ある方が強いですからね。先頭員は須藤直道選手です。9レース選手紹介ご覧いただきました。電話投票締め切り時刻11時17分、発送予定時刻11時20分です。第8レースの決定です。1着1番松本京太、2着は2番小暮優也、3着は5番白木雅彦。払い戻し金です。2車単1番2番180円、1番人気。3連単は1番2番5番、2480円。はい、今前橋のチャレンジの決勝を見ていただきました。当たった方ね、おめでとうございます。いい配当でしたね。 1,2,4 が被ってたのかな、ラインのごっそりでね、うん、あ、そうそう、あー すげえ被ってたんじゃん。75が下ろせないっていう予想だったんですかね。突っ張りでそのままかけるっていう予想だったのか。それだったら 2,1,4 になりそうですけどね。まあ、高橋選手ね、負けましたけど、まあ、前節の2日目あたりからだいぶ良くて、まあ、決勝乗ってきてね、しっかり見せ場作ったから、まだ63ですけど、まだ全然若いですからね、これからちょっとね成長期待したいですね。こう成長が見れるのもなんかいつも言ってる気がするけど、チャレンジの面白さですね。まあ、オールドルーキーとかと違って若いからね、まだね十分面白いと思います。はい、じゃあ最後決勝っすね。小西選手強いっすよね。強いんだけどどうなるか、負ける要素があるのか。三重2社と、愛知で分かれたんで、まあ、ここ横の動きは多分ないと思うんですけど、まあ、裏連携も多分ないかな、並び的には。まあ、初手が1542376、76が42を蓋をして切るか、切って切ってのかましになるか、切って切ってのまくりになるか。まあ、滝本選手昨日あの仕掛けがなければ今日結構構えるかなと思ったんですけど、昨日ワニさんに迷惑かけてるんで、ここなんかしっかりかけそうな気がするんですよね。そうすると4237615でバック、まあ、1のまくり上げで予想は組んでるんですけど、なんか2の頭合わせ切って抜け出しちゃう2頭23とか、そっちはありそうかなと、ちょっと見てます。ちょっと昨日の仕掛け多分、ネチネチは言われないんでしょうけど、あそこはねみたいな、多分なんか言われたかなみたいな、そんな感じ、言われてもおかしくない仕掛けだったんで、多分言われてるっていう前提で、今日はしっかりかけるっていうところで行ってみようかなと思います。なんで、まあ2の頭からと1の頭、下川選手が突き切るかどうかちょっと怪しいんで、ちょっともつれフォーメーションですね。で行こうかなと思います。はい、では松坂のチャレンジ見ていきますね。ここは235で前受けしてほしいですね。2番岐阜前受けできないと多分4-1になっちゃうんですけど、3番石川、4-1絡みか。4番山田氏、与田翔太、5番静岡、渡辺直也、6番埼玉、細沼健二、7番埼玉、工藤隆夫。8レースチャレンジ決勝、以上のメンバーによって争われます。
並ぶ関東同期は1番の石田天台と4番の与田翔太、番手が4番の与田になりました。8月の青森決勝では別敵として戦った石田と与田、この時は石田のかまし、与田は完敗でした。今回は与田が番手戦、人気になっています。第8レースのスタートです。1番の石田天台からまずは飛び出して、関東4人が前から、中部はその後ろから、現在後ろから2人目に5番の渡辺直也、1周回目1コーナーカーブを切っていきます。埼玉東京ラインではなく関東4社の結束になりました。関東勢1番の石田天台が成功法です。マーク上がってくる同期4番の与田翔太、東京の石田に山梨の与田、この後ろに埼玉勢です。6番の細沼健二が3番手、4番手には7番の工藤隆夫、関東4人で前段です。その4社を前に置きまして中部勢です。2番の小玉虎之介、3日間マークは3番の有賀隆、そして最高峰は難関短期5番の渡辺直也です。長い順に4対2対12周回目の1コーナーカーブを迎えます。1番の石田天台が成功峰からの競争です。連日突っ張って1着なしでの初の勝ち上がりになっています。1番の石田天台、マーク4番の与田翔太、トラブル お仕事絡みですかね。4番手には埼玉勢です。6番細沼健二、7番の工藤隆夫、ここまでラインを組んで前段関東4社です。関東4人を崩すことができるかどうか。2番の児玉虎之介、連日まくってバック戦は取っています。2番の児玉、マーク3番の有賀隆、最高峰には5番の渡辺直也、残りは2周回、3日間とも突っ張ってかけようという1番の石田天台、まだ誘導員残っています。後方からの動きはなく、ジャン前2コーナーカーブへと向かいます。誘導との車間を切って前からそのままかける展開になりそうな1番の石田天台、一方2番の児玉虎之介は5番手、まだ誘導残った状況でジャンの2センターから4コーナーカーブへと向かっていきます。ここで4コーナー誘導員退避して前からスパート、1番の石田天台です。マークは4番の与田翔太が無風で回って3番手には6番の細沼健二、ホーム5番手からは2番の児玉虎之介がまくっていく、追走3番の有賀隆、2コーナー回って番手で大きく車間を切っています。4番の与田翔太、与田翔太が児玉に合わせてバック番手まくりを放っていきました。後ろ今度は2番の児玉虎之介が乗り換えて3番手には3番の有賀隆、そして5番渡辺直也、直線コースへ向いてくる、番手まくった4番の与田翔太、4番の与田、与田がどうやらそのまま振り切ってのゴールか、外目からは5番の渡辺が突っ込んでいます。2、3着突っ込みあるって言ってた5が来ちゃったね。渡辺選手来ちゃったね。やっぱうまいんだよね。小玉がその後ろでしたが流れに乗ってきた5番の渡辺直也が外強襲、あれが選手もマジか。振り切ってこれでデビュー初優勝です。4番の与田翔太、外目伸びた5番の渡辺直也が2着、4番5番、その後3着争いはどうでしょうか。3番の有賀隆がわずかに体勢有利です。4番、5番、3番と入っています。8レースチャレンジ決勝戦決定までしばらくお待ちください。ただいまから第9レースの選手並びに先頭員を紹介いたします。いずれも出走表の通り出走いたします。最終の9レース1、2班の決勝戦選手紹介です。1番長田龍慶は短期、1番車短期です。3番の吉田博正も短期です。田口健さん当たりましたかね。いやー、ま、突っ込んできてね、うまいんだよね、ああいうのね、渡辺選手ね。中部勢は2番の橋本英也、6番の西村豊、地元の西村が番手です。3番手が5番の大田選手、2番6番5番です。9レース決勝、有賀選手も逆によく ついてたかなって感じか。田口健さんね、おめでとうございます。めっちゃこれつくでしょ、これ4号さんは。車単でもいいぐらいじゃないこれ。決定。1着4番与田翔太、2着5番渡辺直也、3着3番有賀隆。ルーキーの2段掛けずるいよねでもそこを乗り越えちゃうからね、うん、2段掛けじゃなければね、あれでしたけど。お客様、いくらついたの。松坂競輪場第8レースの払い戻し金をお知らせします。有賀さん、ね、ありがとう、言う準備できてたんだけどダメでしたね。1220円、車番2連勝短式、4号2170円、3連勝不足。足色はそんななんだけどやっぱうまいんだよね。
言い方悪くするとずるい。うん、いやでもうまいですね。6410円、ワイド4号490円。富士山ラインですね。富士山ワンツーですね。3号1710円以上でございました。第8レースの結果です。1着4番与田翔太、2着5番渡辺直也、3着3番有賀隆、払い戻し金2社単4番5番あ、ミカプロこんばんは、よろしくお願いします。3連単4番5番3番16410円でした。あ、川口健さん、うん、ありがとうございます。もう全然もう5の 2、3着買った方がいいよとはね、あれでしたけど、まあでもうまいんだよね、まあ、そこ自分はね予想に生かせなかったんで、ダメでしたね。はい、当たった方おめでとうございます。では次が松坂が決勝ですね。どうしましょうかね。これ辺見選手が本格派だから47切って切り替え、短期が切り替えて471-3265の図になると思うんですよね。そうすると2ががっつりまくりに構えてまくり切れるか、長田選手のまくりが届くのか、昇竜拳ね、昇竜拳が届くのか、吉田選手がでもあんまり良くないですよね。初日は突っ込んできてどうかなと思ったけど、昨日1着になってほしいようなところでだいぶ伸び返ってたんで、まあ、相手が悪かったのかな。2頭期待したんですけどね、昨日はね。となると、まあ昨日はね展開だいぶ向いてましたからね。まあしっかり今日かけるとすると、まあ47、まあ東北連携なのでしっかりかけますよね。471-3265からどうなるか。日向選手の3着っていりますかね。どうだろう。4の主導権から1の先まくりを考えてるんだけど、1から、ちょっと割れるっすね。1から入るか2から入るか。6、でも6売れるよね。7の3着はちょっと抜けか。どうしようかな。236、236、6点、12点か。12点だとガツッと勝ちたいんだけどな。26配分入れてるからガツッと勝てないんだよね。どうしようかな。橋本選手初日取れなかったから2の固定にするか。12倍、18倍からだよね。ちょっと抜け狙ってみるか。展開一つですよね。そんなに差はないと思う。長田選手は初日ねかけちゃってるから、まあ足試しだったと思うんですよね、初日はね。でも今日はしっかりまくり、中段からの先まくりだから、はまってくれればいいかな。やっぱ2のまくりが遅い。6分2着がいらないかな。と7番の大谷と追いたいな。対しまして上越は4番滝本が前、神奈川3番金田が短期になりました。これさ、やっぱり日向選手入れとくかな。4の主導権から3着ね。では決勝戦、すげえなだれ込んでくるから。1番は三重小西春樹から、2番地元群馬は鰐淵圭介、3番神奈川金田龍馬、4番新潟滝本幸政、
5番見え下岡翔也点ちょっとごめんなさい多いんですけど順番としては1の方がどっちかというと優先ですかね。7番が1大谷康重以上7選手の対戦1年半トーナメントの決勝戦第9レースです。上越ライン4番の滝本幸政がラインの先頭です。前節の弥彦1年半初優勝に続く連続部になるでしょうか。その番手を回っていきますのは地元2番鰐口圭介です。この鰐口も連続部位がかかります。そして1番の小西春樹です。中部別線になりました。先行まくりで前橋5連勝です。4連続 V にリーチです。三上プロが3から1に2、4、7、1、7ですね。1から2、6、あ、2から1、6か。ありがとうございます。1、2半トーナメント決勝戦始まりました。1、2、3、3人飛び出した中から3番金田今日もダッシュをつけてきました。金田が短期で前を取ります。そしてその後ろですけれども1番の小西に2番の鰐淵ですのでラインが3つできたところでは三重ラインが前段になりまして上越勢が中段愛知の2人が後ろということになります。愛知の2人は早速連携しています。7番の大谷6番の篠原で後方前の方では1番小西に5番の下岡がつけまして4番竹本には2番の鰐淵です。短期3番金田が短期で先頭誘導員の1247ボックスですね。おお、ありがとうございます。突っ張り先行で勝ち上がってきました3番金田龍馬決勝は短期になりました。先頭誘導員の後ろです。回収率100ですからね。2、3番手見えの2人1番の小西春樹には5番の下岡翔也です。親友のアクシデントを乗り越えての久々決勝進出です。中段が4番の滝本幸政勝たせるんですか。滝本マーク今日こそ滝本についていきたいところです。勝たせないで地元2番の自分の競争してもらっていいです、はい。後ろ攻め7番の大谷茂2日間こちらも先行勝利です。前傾 S 級の底力発揮しています。大谷マークには元地元バンク息を吹き返しました6番の篠原忍この愛知勢が上がってきまして残り3周切りました 1,2 コーナーです。3分線になります。7番の大谷が2番手にいます。1番小西のライン三重ラインを抑えたんですけれども1番小西が引くそして2周半切るところでかましてきたのが4番の竹本です。竹本がかましていく地元2番割淵がついていく先にレースを動かした7番の大谷が3番手、愛知勢が3、4番手残りは2周短期3番金田が5番手1番の小西ですけれども現在6番手で5番の下岡がマーク三重の2人が候補になりまして金を迎えていきます。金が入って4番竹本竹本がそのままかけていきそうです、ね、そして3番金田がちょっと浮いたところ1番の小西が内をすくっていきまして短期5番手上昇残りは1周です。前では4番竹本です。竹本の先行7番の大谷が1番小西のまくりに合わせていきますが乗り越えました。1番の小西が3コーナーで前に出ます。これを3番の金田が追っていく5番の下岡も立て直して3番手上昇最後の直線です。3番の金田が短期で詰め寄っていきますけれども内側から4連続 V になったか1番小西危ねえ強えな。 1,2 半トーナメントの決勝戦第9レースではリプレイ見ましょう。あ3番金田が最後詰め寄ったんですが1着からせどうでしょうか。4番滝本が先行だったんですけど最終バックホームから動いた1番小西が地元だから出てほしかったけどな。その後ろになった3番の金田が最終ホーム手前の4コーナー一旦外浮いたところで1番小西が前に出たんですけども 1,3,5 のような並びになりました。ゴール前スローをご覧いただいてますけれども1番の小西がどうやら先着です。3番の金田が2番手そして5番の下岡が3番手の入線1番3番5番でゴール線以上に通過しています。ちょっと挟んでるから1、2半トーナメントの決勝戦第9ですけど抜けてくれてるんだけど配分入れてるから4節連続優勝になりました。 A 級1、2半トーナメントの初優勝この前橋で飾りました。それから今年5回目の優勝通算では11回目となります。1番の小西三上さんありがとうございます。1番さんもありがとうございます。1番、3番、5番でゴール線上で通過したかと思われます。9レース2枚しかかかってない A 級1、2半トーナメントの決勝戦決定放送まで今しばらくお待ちください。1号さんの方にちょっと配分いっちゃってましたね。部長さんありがとうございます、お疲れ様ね。ありがとうございます。均等買いが良かった感じですよね結果的にはね。まあいいや。前橋競輪 A 級決勝決定1着1番強いね。
強すぎる。2着、うん、3番金田龍馬、まあ、ちょっとね仕掛けは仕掛け運動はあれだけど、うん、下岡翔也、前橋競輪第9レースのぴったりぴったりだ。1番4球じゃなくて、これ負けてもトントンだ。うわー最後勝ちたいですね。茶番連勝短式、計算したわけじゃないんだけど10円負けですね今、うん、この最後の2400に入れてトントンですね。5番600円3連勝短式、1番3番5番2690円ワイド、1番3番210円、1番5番150円、3番5番370円、以上でございました。それでは第9レースの決定です。1着1番小西春樹、2着は3番金田龍馬、3着は5番下岡翔也。払い戻し金です。2車単1番3番1070円、3連単1番3番5番2690円、その他の払い戻し。はい、では今前橋の最終まで見ていただきました。当たった方ね、おめでとうございます。なんかウイチケアベマかな、アベマがオールインで撮ってる方いますね。ちょっと後で見ますけど、すごそうだな。オールインだから多分マンバリですよね。いいな、ちょっとね買い分で入れちゃったからね、2000円ずつのね。まあいいや、当たった方おめでとうございます。やっぱ強かったですね、展開不問でね。逆にあんだけ睨んでもらってると、睨んでもらってると逆に仕掛けやすかったんですかね。はい、ちょっとねこっちねえちょっと構えすぎての不発をちょっと狙ったんだけど、ちょっと狙いすぎでしたね。はい、でもまあ最後取れたんで良かったです。はい、じゃあ松坂最終っすね、まあ、均等で2枚ずつですねって言ってるんで、どうなるか、ね、相島さんあそこ出てあげてもよかったかなと思うんですよね。竹本選手やっぱり昨日の反省でかけてたから、まあ、それ汲み取ってあげてもねよかったかもしれないですね。川口記念さん最後荒れそうですかね。ありがとうございます。どうなるか、まあ、4がかけるのはほぼほぼ間違いないと思うんですけど、あんまり流してると26がかまして西村選手のかわしとかね、地元花持たせるみたいなね、62いねいないんですね。あいましたね。どうなるか、直前人気を集めたのは2番1番、こちらが一番人気です。橋本選手から長田選手へ 5.7 倍、そして折り返した1番2番が6倍、そして2番6番、橋本選手から西村選手へ、ここが 6.3 倍です。そして1番3番が 7.4 倍となっています。最終9レース永久決勝戦、縦の13の実況でお楽しみください。縦の13の実況でお楽しみください。管理棟がリニューアルされて以降初のミッドナイト開催となったコンテンツ、え、マジっすか、松坂ミッドナイト競輪、後で見てなかった、コメント見て、いよいよファイナル第9レース1、2班の決勝を迎えます。準決勝で一番車に組まれました特選の軌道型すべて一着でこの決勝に勝ち上がってきています。それではファイナル第9レース決勝対戦メンバーです。1番静岡長田龍拳、2番岐阜橋本、カメラ目線ですかマジ3番埼玉の吉田博正、そういうのはいらないですね。4番福島、集中してない証拠ですね。5番愛知太田武史、6番地元ホームの西村豊、7番青森日向康之。第9レース決勝以上のメンバーの皆さんです。長田選手は重そうですね、昨日見て思いました。
昇竜拳が決まるのか。カグスケさん27のダブル、おお27勝ってないんですよね。ミルクタイプの中でもうちの2社、長田龍拳、橋本英也、両者で決まったところ上位人気を集めています。その中でも上位人気は2番の橋本英也、中部3社の前回り、日本中距離界のエース2番の橋本、第9レースのスタートです。7番の日向康幸、そして4番の天秤月、ね、外枠の東北勢がまずは出ました。そうすると4713の1番の長田龍拳はその後ろ3番手、そして2番の橋本英也と続きます。3番の吉田博正は現在最高峰7番手、1周回目の2コーナーからバックへと向かっていきます、うん、ねえ、無常さんね、ちょっと2等欲しいですね。うん、3着でいいから。2着だと川口秀さんと当たるのでそっちでもいいんですけど、準決勝ワンツーコンビの東北勢前段です。できれば3番手に短期1番の長田龍拳、2段掛けバンバクで出るぐらいじゃないと。4番手に2番の橋本英也です。マークは地元6番の西村豊、5番の太田武は3番手で折り合っています。最高峰3番埼玉の吉田博正、縦1列に並んでレースは2周回目の1コーナーカーブです。後方から東北勢がまずは前に出ました。4番の辺見美月が正攻法からの競争でしょう。準決勝久々に1着でクリアしてきました。4番の辺見にマークは再度7番の中田康幸、東北の2人が前段です。突っ張りしかないだろうから1番長田龍拳は3番手、短期の競争です。短期でも決勝実績あります。1番の長田龍拳、その後ろ4番手に2番の橋本英也、橋本マークに6番の西村豊、させば地元ホーム V が見えてきますがどうでしょうか。6番西村、3番手5番の太田武、橋本英也から上がっていきまして残りは2周回です。4番手から橋本上昇で4番の辺見美月が突っ張っていきます。辺見突っ張って東北の2人が先頭、2番手短期1番の長田は3番手、まあ、地元がいるからどうなんだろうね。吉田博正切り替えまして4番手、2番の橋本英也は5番手になって残りは 600m です。ちょっときついか。突っ張った4番の辺見美月が少しペースを落としましたが、ジャンの3コーナー再度動いて2番の橋本英也、追い出しかけただけ。4コーナー回っていきまして、うん、最終周回と向かっていきます。先頭このまま4番の辺見美月、最終周回です。マーク7番の日向康幸、3番手に短期1番の長田龍拳は射程圏、その後ろには3番の吉田博正、短期1番の長田龍拳3番手からまくってくる、2番の橋本英也はまだバックで5番手、3番手からまくった1番の長田龍拳が先頭に変わった。同じ短期3番の吉田博正、短期の2人が先頭2番手、ま、乗って2番の橋本英也が3番手、直線コースに向いてくる、2番手から3番の吉田博正、踏ん張った1番の長田龍拳か、長田が踏ん張り切りました。長田龍拳、そして乗った3番の吉田博正、ここに続いて2番の橋本英也は3着まで。第9レースの決勝戦、ちょっと早かったですね、でも抜け出しね。この射程圏3番手からのまくり、1番の長田龍拳、吉田選手があんまり良くないから3番の吉田博正差を詰めましたが逆転には至りません。短期2着までしたんだけど、1番の長田龍拳、3番の吉田博正で1番3番、ねえ、修学さんね、1、3にはね、ちょっとね、橋本英也安いとこですね。1、3、7あたりが良かったけど、2人に乗る形になっての3着です。1番、3番、2番と入っています。第9レースの決勝戦、決定が出ますまでしばらくの間は、うん、暖かだね、おめでとうございます。終わってみますと、取れたんで良かったです。今シーズン得点最上位1番の長田龍拳がシリーズを制しました。2枚なんで40枚ぐらいか。2ヶ月ぶりの実戦ということで、期待と不安が入り混じったような前提ではありましたが、3名買わせないと思ったんで、最後はちょっとヒヤッとしました。1番の長田龍拳、決定しますと今季4回目の優勝ということになります。2から1着いらなかったね。前受けしてのかましを見たんだけど、ここに続いて2着、立ち木にはつかないという信念を貫いて3番の吉田、最後は長田でかいな。何キロあるんだ。確かに橋本英也は身長何センチかで5番手になって、この2人に続いて3着の入選、1番3番2番で入っています。第9レースの 1,2 班の決勝戦、ここで放送です。決定、1着1番長田龍拳、2着3番吉田博正、3着2番橋本英也。でもあの会計であんな出せるんだもんね、スピードね。でやっぱりでも道中重そうなんだよね。なんだろうな、軽やかじゃないですよね。お客様に松坂競輪場第9レースの払い戻し金を、田口健さん、うん、ありがとうございます。やっとなんかやっと勝ち越しで終えた感じですね。まあちょいプラですけどね、よかった。茶番2連勝、ちょっと負けが込んでましたからね。3740円3連勝複式123
ちょっとね、もうあの渡辺選手の2着とかね、ああいうのね攻略したいですね。あとあれか、部長さんが取ったあの満車券のとこね、14ね、24か、あそこね、もうついだな、精度上げていかないと。以上でございました。9レースの結果です。1着1番長田龍拳、うん、あいちゃまさん、ようやくありがとうございます。吉田博正、応援していただいてね、ありがとうございます。3着2番よかった、橋本英也、ちょっとそんなに券も入れなかったけど、払い戻し金、二社単、1番3番740円、3連単、1番3番2番1970円でした。その他の、はい、松坂見ていただきました。リカテもね、お疲れ様でした。はい、一応ね、最後ね当たって終えられたので良かったかなと思います。うん、やっぱり2がいらなかったね、追加した方だね。うん、いらなかったですね。まあでもちょっと前橋とね、松坂両方取れたんで、もしよかったらねグッドボタンお願いします。愛知さんもありがとうございます。ちょっとね買い散らかしたんですけど、うん、プラスで終えられたんで、うん、良かったかなと思います。はい、そのところですかね。うん、はい、では明日から、明日どうしようかな。ちょっと今の別の仕事がちょっと終わんないんで、終わればやりたいんだけど、どうしようかな。ちょっと結構ギリな感じですね。うん、今やると多分3時コースなんで、3時までやるか、明日朝早く起きてやるか、うん、ちょっと悩みどこなんですけど、あ、でも明日高知か。高知、あ、でも小倉結構久しぶりですね。ちょっとやりたいな。メンバーだけ見て、うん、まあ、メンバー見ても結局ねやること同じですからね。うん、前橋、高知がね一時期相性良かったんですけど、最近ダメなんでちょっと攻略したいんですよね。あ、でもいいっすね。おお、青木選手点数上がる早くね。めちゃくちゃ早くないですか。もう一番下なんだ。早っ。やばいですね。うん、出世頭ですね。部長さん、うん、1ヶ月ぶりか。ちょっと楽しみですね。じゃあちょっと一応明日小倉がどっちなんだろうな。他社かな。高知かちょっと分かんないですけど、うん、また明日ちょっと2会場で、まあ、初日の、ね、様子見ながら、でもちょっと穴狙いながらやっていきますんで、はい。明日ね、よろしくお願いします。一応ちょっとやる予定でいきますんで、もしよかったらまた見てください。はい、そんなところですかね。じゃあちょっとね、今日きっかけにね、少し抜け出せるきっかけになればかと思いますんで、また明日もね、明日以降もぜひね、よろしくお願いします。じゃあ今日もね、遅い時間までありがとうございました。もしよかったらグッドボタンね、よろしくお願いします。お疲れ様でした。おやすみなさい。